どうも、こんばんは、のみんでございます。和のみん元店長、そして現多分 MC の小橋と申します。一つよろしくお願いします。そしてはい、和のみんさんの相方、マンスリー相方ですね。マンスリー相方のイズミンです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岡山の楽しい方や楽しいお店、楽しい情報をゆるゆるとお話していく番組、和のみん TV、 今夜も始まりました。一つよろしくお願いします。はい、という、いい音しますね。いい音しますね。さあ、なんかね、今年ってなんかここ数年と比べて5月の気候がより5月らしくないですか。5月らしい。なんかこう、いつも、まあ、ここ去年、一昨年、その前ぐらいってなんか5月なのにやたら暑いとか、5月なのにやたら寒いぞとか、なんかそういうのがあったんですけど、なんか今年は、あ、5月だな。おー、和の民的5月。和の民的5月、そうなんですか。そんな気しません。どうなんでしょう。そうでもないですか。でも寒かったり暑かったりしません。そうですか。そうでもないですか。どうなんでしょう、まあ、まくってる時点で暑いんですけどね。うん、あ、そうですか。そんな感じの和の民的5月第2回目、5月第2回目の放送でございますが、昼間とね、朝夕の気温差は結構まだありますので、はい、ぜひ風邪などにはお気をつけいただきたいと思います。さあ、早速ちょっとツイートなんぞをしていきながらやっていきますよ。ね、初めてご覧いただいた方はですね、何をやってんだと思うかもしれませんが、岡山の、まあ、先ほども申し上げましたが、岡山の楽しい方とかね、はい、楽しいお店とか楽しい情報をお知らせする、まあ、ゆるゆるとした番組でございます。そしてですね、もう、この番組では挨拶が決まっております。ね、お決まりでございます。はい、普通こんばんはですよ、ね、こんばんはですね。はい、この番組は何でしたっけ。まとこー。え、違う、それなんか意味わかってる。いや、言わないかんのかなと思って、お約束でね。関西人ですね。結構いらっしゃるので。そうですね。はい、この番組、和のみん TV と言いますので、皆さん一つですね、こちら、ソシャルストリームに書き込んでいただく際は、こんばんはのみんで一つお願いしたいと思います。ということで、今日もね、カフェドカシェットコラボモバイルよりお送りしております。ですね、結構もう来てますよ。そしてね、すごいですね。そしてね、ちょっとこのね、新デザインへっていうのがね、ちょっと邪魔。来ないで、あなた来ないで。邪魔って言って。いやいやいや、とんでもないです。ユーストリームさん、いつもお世話になっております。はい、お、結構来てますね。ね、すごいですね。まだ始まって3分ですよ。これね、27日前とかあります。あら、じゃなくて、あ、絶賛待機中、待機完了、ありがとうございます。カズオさん、こんばんは、のみんです。そして坂井ではイージーさん、まとこんばんは、のみんです。香川から働く。そうなんですよ、前回ね、末広さんご存知ですかね。なんかね、ちょっと大変だったんですよ。某ね、お国の方からユーストリームアジア、ユーストリーム本体のサーバーにアタックがありまして、ちっともユーストリームができなくてですね、こちらでやってるツイキャスの方でずっとやったっていう。そうなんです、今日は香川から、ね、サノキメディアミックスさんがアタックということでございます。あ、そう、サノキメディアミックスさんね、テレビ出られてましたよね。 KSB でしたっけ。おー、そうなんですよ、ユーストリーム特集で。ほうほうほう、ね、最近盛んですよね、四国ばっかり ね、岡山も頑張らないと取り上げて。ね、本当におめでとうございます。ね、羨ましい限りでございます。あ、多田さん、まとこんばんは、のみんです。あ、メルさん、和のみんさん、泉さん、こんばんは、のみんということで、ありがとうございます。そしてマンスリー相方が美しすぎる、わー、ありがとうございます。そしてこんばんは、今日は PC で参加しますということで、よりつねさん、こんばんは、のみんです。そしてふるさん、和のみんさん、泉さん、泉こんばんは。なんで泉は3がついてないんでしょうね。ちょっと気になるところですけどね。むしろなんで僕に3がついてるのか珍しいっていう感じですが、クリックマンさん、こんばんは、のーんということで、こんばんは、のみんです。そして、たぬきさん、おかみとおかみ、うまいですね。噛みまくります。はい、うまい。5点。泉ハート。そのきみにはミックスさん、そして、あさやいやんさん、こんばんは、のみんです。そして、マックちゃん、まとこーんということで、こんばんは、のみん。たださん、まとこーん。わのみんさん、いずみんさん、こんばんは、のみんです。わのみん的5月らしい気候解説コーナー。いずみん。はい。難しいの振っちゃいましたね。い
読みますよ今だ。はい、泉いつ見ても可愛い。書いてあるんですよ。書いてあるんですよ。はい。そしてよいしょ。おっとまだ結構今日激しいですね。激しいですね。グレイジーさんこんばんは。ということでこんばんはのみんです。日本対アゼルバイジャン戦はこちらですか。ということでね、この向かいのお店にウルトラスというお店がございますので、そちらでもう早速太鼓の音がガンガンしておりました。はい。よりつねさんこんばんはのみん。いずみんのお決まりまとこ違います。ぎこさんやっほーということでこんばんはのみんです。そして、朝の木メディアミックスさんがあざーすということで、そして、そうごもりさんこんばんはのみんということでありがとうございます。今日は、会場にお越しくださっております。いずみんその手には。はい。その手には。そしてブルーさんが、ブルーさんね、お決まりなんです。必ず第一声、わのみーなまだ。あのみんなは出てきません。私まだお会いしたことないんですよ。きっとずっとお会いできないと思います。あ、ほんと、はい、もう二度と出ることないと思います。楽しみにしてるんですけどね。きっとないですね。はい、コラボスタイルさんこんばんはのみんおめでとう。ありがとうございます。はい、何がおめでとうかわからないと思いますが言いません。はい、泉の叩く音がいい感じですということでね、いっぱいいただいておりますが、さあその前回がね、その部長がゲストなのにね、しかもユーストリームアジアのですね、公式ページのですね、あれですよ、おすすめというか注目番組にも取り上げていただいたのに、配信できず、ただアーカイブが途中まで残っておりますので、一応そちらの URL をツイートしておきますね。そして今回はですね、はい、楽しみなんですよ、倉敷の木工作家さん。おーがもうこだわりのいっぱい詰まった楽しそうなイベントを、まあ、ご紹介いただけるということでございます。後ほどたっぷりと伺いたいと思います。そしてちょっと気になるね、気になりますね、ちょっと気になるあの方ね、もうワノミ TV ではおなじみの方でございますが、そして泉コーナーの、はい、コーナー名発表が控えております。たくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございます。これってあの商品とかは出ないですか。商品今言いそうになりました。出ない。出ません出ません出ませんよ。はい。そして、本日のスタッフはですね、カメとカシェットコラボモバイルの、ユーストブースを担当されております、小玉さんとでございます。ぜひフォローの方してください。インター K インターアンダーバー KT アンダーバー FC さんでございます。今日ね流れがまた早いっす。なんか前回のこう鬱憤を晴らすかのように。はい、あ、うんたさんこんばんはのみんでーすと、みんみんとセミが鳴く。はい、そろそろねそんな季節がやってこようかとしておりますが、そのメディアミックスさん内緒なんね、内緒なんやね、了解と、福動画の泉かわいすぎるわ。もうフルさん泉推しすぎです。ありがとうございます。少しは引きましょう。はい、あ、そうですね、サムキメディアミックスさん私倉敷出身ということで、はい、早いぜ。何が何が何が早かったんだろう。何が早かったんですかね。さあそんな感じでございまして、本日もご覧の方はこんな感じでね、どんどん読ませていただきますんで、パソコンの方は画面の、右手にソーシャルストリームというところがありますので、そこをポチッとしていただいて書き込むところが出てきますので、Twitter、Facebook、ミクシもろもろというところと連携しても書き込めますので、ぜひ、ツイートいただきたいと思います。はい、さあ行きましょうか今日も。はい、はい、スタッフの、小玉さんよろしいでしょうか。準備は。さあお決まりのちょっとストレッチをしながら行きますよ。用意してるでしょ、噛んだ時用に用意してるでしょそれね。行きますよ。さあというわけで今日も岡山県岡山市北区幸町でございます、カフェドカシェットコラボモバイルより1時間半ほど元気にお送りしたいと思います。それではワノミン TV スタート。ございます。
ございまして始まったわけでございますが、ちょっとここからはね、一人で行かせていただきますよ。こちらカフェドカシェットコラボモバイルさんよりお送りしておりますが、こちらのカフェドカシェットさんはですね、朝はモーニングビュッフェ、そして昼はランチビュッフェ、ランチが終わったらカフェタイム、そしてカフェタイムは夜までずっと続きつつですね、夜も、ディナーのビュッフェや、カフェメニューを楽しんでいただける素敵なお店になっております。ぜひご利用いただきたいと思います。そしてそうこんなねドリンクバー、これグレープフルーツジュース、いつものやつでございますが、ドリンクバーも500円で楽しめます。乾杯。さあ、そしてですね、ユーストリームスタジオのレンタルの方もしております。こちらは、いつも値段を忘れてしまうんですが、ワノミン TV が5000円というのはよく覚えてるんですが、はい、あ、言っちゃった。ワノミン TV 5000円でございます。前後の準備段階で2000円、基本料2000円で、あとは1時間2000円、30分1000円というふうになっております。はい、ということでぜひこちらの方もご利用いただきたいと思います。あのカフェドカシェットコラボモバイルのですね、URL をツイートしておきますので、そちらからお問い合わせができるかな。もしあれだったら電話してみてください。はい、さあ、そういうわけでございましてですね、ツイート早速たくさんいただいております。書きまくってやる、ありがとうございます。泉ちゃんかわゆいです。そして、バベルグラフィックさん、どうもこんばんは、のみんです。僕は倉敷の隣のあたり出身です。隣のあたり、これね、海挟んでも隣のあたりですからね。はい、今日はまたうちの若いもんが言ってますが、よろしくです。どうもいつもね、ありがとうございます、お越しいただきまして。そして、総合森さん、おー、パチ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 ということでありがとうございます。釣ったね。境出には楽一楽座 TV というね、ユーストリームのこのような番組がございまして、火曜日中心ですかね、やっておりますので、7時からとかが多いですかね。ぜひあの楽一楽座 TV で、検索していただきまして、こちらの方もチェックしていただければと思います。そして、トンプクさん、どうも、その、DJ やられてる、DJ というか MC やられてる、トンプクさんがこちら書き込んでくださっております。ワノミンさん、いつもより楽しそう、イズミン効果ということで、私、いつも楽しいですよ。割と人生楽しいです。はい。そして、このソーシャルストリームの中で皆さんが交流されてるのもね、非常に嬉しいわけでございますが、朝やんやさん、始まり、パチ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 ということでありがとうございます。ワノミン TV5000 円か、メモとメモったところで払っていただけるとありがたいんですけどね。はい、泉いなくなったらサッカー見てきた、こらコラボスタイルさん、泉いなくなったからサッカー見てきます。ぜひサッカーもお楽しみいただきたいと思います。はい、ということでですね、岡山の楽しい方や楽しいお店、楽しい情報をゆるゆるお届けするワノミン TV 始まったわけでございますが、いつも通りゲストの方にはちょっとお待ちいただきましてですね、近況などお知らせしたいと思います。5月15日はですね、梅雨からんどに配信スタッフとして参加いたしました。こちらもですね、前回のワノミン TV と同じようにですね、もういろいろとトラブルがありまして、ね、某国からのアタックはなかったんですけど、ちょっと機材的なトラブルがございまして、最終的には、まあ、ゲストに来られたスイヒル部長のツイキャスで、配信するという展開でございました。次回6月12日はですね、きっちり配信できるように準備を進めておりますので、ぜひご覧くださった方申し訳ございませんが、ぜひあの次回ご覧いただきたいと思います。なんか次回ももしかしたらスイヒルさんが来られるかもという、情報も、入っております。ちなみにね、今日、9時からは、ヤブストリームというユーストリームの番組で末広さんが出ているので、9時になったら、視聴率が非常に下がるんじゃないかと思っておりますが、まあ、そこはそことして、末広さんと見ていただきながらですね、ザッピングしていただきたいと思います。さあ、ということでですね、はい、今を1対0で勝ってる、全日本というか日本代表勝ってるんですね。あ、バレーもやってる。今日はなんかいろいろ裏がすごいですね。バレーが日韓戦。で、ね、全日本サッカーやってて、サッカーがしかも1対0で勝っている。ね、ぜひ、何でしたっけ、サッカーのって。ちょっと今、ド忘れしたんでいいです。アゼルバイジャン戦。アゼルバイジャンってどこの国ですか？何地方ですか？カスピ海ですね。カスピ海ってあれでしたっけ？あれは黒海か。カスピ海と黒海の
あいだだそうですね。もう読めませんけどね、アイアズン日本アイズン戦というね、これもセンさんバレーは諦めたということでございます。部長忙しいなということで、そうですね、はい、もう部長は今もう全国飛び回られておりますので、ぜひですね、こちらの方もあのヤブストリームの方もですね、見ていただきたいと思います。この2週間はね割とおとなしくしておりまして、強がらんのぐらいですかね、何かに参加したというのは。ということでですね、まあ今回の近況は割と、あれはその辺です。はい。今、地図を見せていただいたんですが、それを言葉で説明するのが非常に難しくてですね、なんかね、すごくざっくり言うと、インドありますよね。インドの左上です。何の上ですか？あ、イランの上だそうです。ね、インドの左上です。イランの上です。まあ、そんな感じでございます。はい、ワノミン一点先生どうもありがとうございます。僕が一点先生したわけじゃないですけどね、アートムツキさんどうもこんばんは、ワノミンです。はい、やっとチェックインできました。ゲストというかマンスリー相方の、イズミンがチェックインできたと。皆さんは長良幹線というか、アゼルバイジャンは境での隣です。えらいところにあるんですね。はい、さあそんなわけでございまして、まあ、あんまりこの2週間は動きがなかったんでね、近況はこの辺りにして、早速、行きたいと思います。本日はミニ PR から参りたいと思います。坂井出 YG さん、はじき豆食べながら見てますよ。ありがとうございます。さあ、ということで、いつもご覧くださってる方にはですね、おなじみ。初めてご覧くださった方には、はじめましてとなります。まあ、当然でございますが、ちょっと気になる美女、シモさんに登場いただきたいと思います。よろしくお願いします。第一声がこけそうでございました。はい、はい、どうもよろしくお願いします。さてさて、はい、じゃあですね、まあ結構知ってる方も多いとは思うんですが、はい、この美女は誰だという方もいらっしゃると思いますので、はい、ぜひですねちょっと自己紹介なんぞいただければと思います。はい、そんな風に言われるとちょっと緊張するんですけれども、岡山の緑色のドラッグストアに勤めてます下村です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、通称下さんとですね。ちょっとピコピコハンマーがむちゃくちゃ気になるんですけど、これね下さんカメラにちょっと切り替えますね。はい、はい、これも見てる人がいるんです。はい、これとあれとこれとあれとそれですね。これとあれとそれですね。カメラチェックが、はい、ね、もうカメラ慣れしてらっしゃいますからもう必ずどこが映ってるかを確認するというね。はい、はい、ということでございまして、しもさんはですね梅雨からの、メイン MC の一人でもございます。はいはい、この前初めてその強化ランドで、はい、ワノミンさん抜きだったんですけど、はい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 、すっごいやっぱり心細くてあ無理って思います。いやいや十分でございます。まあ、前回はちょっとね、はい、いろいろバタバタがございました、ね。うんうん、さあその下さんでございますが、はい、今日は何の告知に。はい、今日はですね、そうです、写真撮ってもらったり、はいはい、知ってました、ラジオでは3秒でしたっけ、3秒空白だと放送事故だそうです。放送事故、今放送事故です、ね、ギリギリですね。あ、ギリギリ、はい、じゃあちょっと黒巻きを、切っていただけますか。そう、黒巻きが入ってると、はい、スケスケになっちゃうポスターを今日持ってまいりました。なんかすごいのが、じゃあちょっと隠しましょう。隠れちゃいますよ。隠しましょう。これは何でございましょう。はい、今日ワノミン TV に、はい、ゲストで来させていただいた、なんかザグフェスの宣伝をさせてもらいたいなと思ってきました。はい、ザグフェスですね。はい、これは、はい、どんなお祭りになるんですか。はい、はい、これ、大きなお祭りなんですけれど、はい、ドラッグストアのザグザグが主催してます。はい、内容はですね、はい、美容も健康も何でもこう関心のあることを、はい、例えば、お肌気になるなっていう方、肌質チェックとか、ほう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 、髪の毛ちょっとっていう方、頭の髪の頭髪チェックとか、はいはい、お腹がねみたいな方もいろんなチェックができて、なんで今お腹入れました。ちょっと見えたので、こっちですね、こっち見ましたね。はい、でお腹なかったんですけど ね、ちょっとワノミンさんのお腹が見えちゃったのはい、はい、でそういういろんなチェックしながら、はい、商品も手に取って遊んでみようよってい う、 こう、まあ、買い物をもっと楽しんでもらいたいなっていうためのお祭りです。はい、でそれが5月の26日、はい、27日、はい、あれ今週末です。そうなんです、今週末で、今私のんびりしてますけど、
頑張ってみんな準備してますので準備してるけど、はい、みんな準備してるということで、はい、そうなんです。例えばですね、はい、その、うん、どんなそのブース、うん、そういうチェックとかができるっていうのもそうなんですけど、うんうんうん、ちょっと一旦これ下げましょうか。はいはい、チェックができるということなんですけど、はい、どんなこうブースがあったりするわけでございましょうか。はい、ね、ブースはいろいろあるんですけれど、はい、うん、例えば岡山でいうと有名なかばや食品さんのブースもあったりするんです。なるほどなるほど。そういう、もうドラッグストアに置いてあるメーカーさんの、はい、商品が集まってくるんですけど、今年は114メーカーさん。114メーカー。そうなんです。びっくりしました。去年よりもさらに多くなって、むしろそんだけメーカーがあることがすごいですね、うん、そうですね、元気ですよね。でメーカーさんがもううちの一押し商品だよっていうのを持ってきてくれて、お化粧品のブースもあるし、かばやさんみたいにお菓子のブースもあるし、はいはいはい、健康食品もいろんなものがあります、はい、あれはどうなんですか、はい、去年ありました、うん、マムシ館あるかな。ちょっとね、全部覚えてないのでそれ触れないで。あ、なるほど。去年も実はザムフェスってありまして、はい、ちょっと写真を1枚出していただきたいんですが。ありますか。はい。おお、どんな写真だろう。どんな写真でございましょう。お、もしや。あ、すごい。ね、出てきますかね。出てくるかな。皆さんに見えてるんでしょうか。ちょっとワノミン TV が出てきます。あ、こんな感じです。すごいすごい。ザグちゃん、これ、ね、私も欲しい。ザグちゃんとのツーショット。私まだザグちゃんとツーショット撮ったことないんですよ。ね、中に入ってるからじゃないですか。うん、これ入って身長まで入ってるんですけど。中の人などいない。中の人などいないです。いない。ザグちゃんね。ザグちゃんはどこまでほじってもザグちゃん。そうです。そして、この次の、やつはなんだっけ。そうです、こんな感じで、ね、カバメラスくんが後ろにいる。そしてカールおじさんもね、はい、いらっしゃったりするわけでございます。耳だけのは誰かな。メリーズのウサちゃんかな。あ、まあそんな、いろいろカールおじさんも来ながら、はい、そうで今年は、はい、そのメーカーさんの商品ブースの他にも着ぐるみがまた大集合します。大集合する。うん、今年はカバヤさんからは、はい、サクパンくんが、そのお顔の大きなパンダさんですね。ほう、サバガラスくんがなくて、今年は新しく行くよということで、はいはいはい、サクパンくんが来てくれます。はい、そしてそして、お、いろいろ何行きましょうか。これはなんか私としては、はい、やっぱり B 級グルメをしたいんですけれど、例えば笠岡ラーメンとかジェラートとか、はいはい、豚カバ丼、美味しそうですよね。そうですね、はい、こんなブースもたくさん出ます。はい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 、はい、これはすごい。ちょっと気になるのがですね、ヒロインバスでお姫様気分っていうのがありましてですね、こちらですね、ここですね、はい、はい、これもね、これは何なんでしょう。ちょっと書いてあるんですけど、はい、私詳しく知らなくて、このこと今これに触れられたらどうしようかって思いながら触れちゃいましたね。ヒロインバスでお姫様気分が味わえるらしいです。なるほど。ちょっとちっちゃい文字を見ますと、話題のお姫様専用パウダールーム付きバスがやってくるということでね、なんかこれね、ドレッサー付きのバスなんでしょうね。あ、なるほどなるほど。そんな感じだそうです。後で怒られそう。ね、広報の皆さんごめんなさい。いきなり謝ってしまいましたが、はい、うん、日にちは5月の26日、はい、27日の土日、はい、今週の土日ということでございますが、はい、場所はどちらになりますか。はい、場所がですね、ちょっと山の上なんですけれど、ほうほうほう、岡山の、はい、コンベックス岡山というところの、はいはい、大展示場を借りて開催します。なるほど、はい、コンベックス岡山というと、はい、あれですかね、うん、中庄駅、山陽本線の。そうですね、中庄駅からバスが、まあ、パラパラあるので、はい、パラパラバスで来られるか、まあ、駐車場、今年は去年、はい、満車になってしまってすごくご迷惑かけたので、はい、たくさん準備してますので、まあ、車で来ていただけるのが一番便利かなとは。なるほど、珍しいですね。できるだけ公共の交通機関を使ってくださいって言いたいところなんですけどね、はい、でもやっぱり不便だしバスも少ないので。なるほど、はい、まあ、乗り合わせて来ていただくとか送ってきてもらうとか。あ、いいですね、はい、なるほど。もしかしたら私が駐車場誘導をこんな風にしてるかもしれない。かもしれない。それはね、今伺おうと思ってたんですよ。志保さんは会場にいらっしゃるんですか。はい、私は、このマーケティングチームっていうところが企画をしてるんですけど、はい、ほうほうほう、何すればいいって今日聞いたら、はい、アテンドをお願いしますと、ほうほうほう、フリーでうろちょろしてくださいということだったので。なるほどなるほど、はい、多分ちょろちょろしてます。ちょろちょろしてる、はい、だからなんか、おー、なんとかお探せみたいな感じで。あー、なるほど、探していただければ。しましまの服は着てないんですけど。緑の服は、緑のハッピーを着てます。なるほどなるほど、うん、ということはですよ、はい、
そのしもさんを、うん、まあ、見つけるとしましょう。はい。ああ、しもさんいた。はい。まあ、しもさんのことを知ってる人もいれば、しも、うん、さんのことをここで初めて知った方もいれば、しも、うん、さんがその人を知ってる人もいれば、しもさんは知らない人もいるわけですよね。うん、その人が、はい、まあ、あってきて、しもさんだってきて、ワノミン TV 見てきました、はい、って言ったら何かありますか、はい、どうしようかな。じゃあ、握手を。ダメ、しもさんの握手が、いらんかな。いやいやいや、貴重ですよ、しもさんの握手。はい、はい、なかなかできませんからね、しもさんの握手。今ね、あの合言葉みたいに、はい、ワノミン TV 見たよってしもさんって声かけてくれたら、はい、もうあの一発で、あ、見てくれた人だなって分かるんですけど、はい、もう一つ会場内でも、あの合言葉を言ったらシールがもらえるよっていうイベントを同時に開催してるんですよ。はい、で、ハッピーを着たスタッフにシールくださいって声かけると、はい、私たちスタッフがちょっと気になるっていうので、ほうほう、皆さんにザグザグって言ってもらえると、あのザグちゃんのほっぺにですね、こんなシールが、あ、王様マークがついてるんですけど、はい、あのこの同じお揃いのシールを1枚差し上げると。なるほど。で、会場でみんなほっぺにつけてねっていうイベントを一緒に開催しますので、どうでしょう、それ、あのーね、あのワノミン TV 見たよ、はい、シールください、はい、ちょっと気になる、ザグザグって言ったら、はい、シールが2枚になるとかどうですか。ね、それね、今日確認したんですけど、やっぱりダメだ、ダメだということです。はい、というわけで握手ということで、しもさんにシールを貼ってもらえるとかどうですか。あ、そうしましょうか。変なとこダメですよ、顔ですよ。あの、ね、決まってるんです、ザグちゃんと同じ位置の、ここ左のほっぺ、はい、はい、あの油取り紙をぜひご用意いただいて、はい、ね、あの今日ぬるっとするから。美春閣ね、あの美春閣さんの油取り紙ありますんで。本当ですね。じゃあ私それも一緒に持ち歩いてますので、ご利用の方は、はい、ね、はい、今ひそかに僕がぬるっとしてるって言ってましたけどね。にじったけどね、気がついてくれなかった。気づいてましたけどね。はい、ということでちょっとツイートを読ませていただきます。はい、はい、うわー、結構すごいですね、今日すごいですね。今日すごいですね、ありがとうございます。皆さん、水水水曜日の農山行伝なんでしょうか、でしょうか、会社で。いや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 、さあ、どっから行きましょう。ずいぶん離れてるインドとイラン、はい、ね、アイゼンバウアーでしょ、なんかまた違う。いつの間にか美人がいなくなり、いつもの MC。 失礼しました。いやいや、違う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 、あの一人になった時のコメントです。大丈夫です。もうこのコンビ見飽きたよって言われたのかと思う。いやいやいや、しもさん登場ということで、わー、しもさん、しもさん、この木何の木気になる。違う違う、それじゃないです、それじゃないです、ちょっと気になるです。ちょっと気になる、しもしもかわいい。しもしも初めて言われた。しもさん登場、今日は美女尽くし。マトコン、おしもさん、ちょっと気になる。しもさん、ハート。しもさん、柄、あの、絵の方で殴ろうよって言われてますけどね。あ、本当にそんなことしてもいいんですか。ダメです。痛いです。はい。ザグフェスだと、ザグフェス。ヘスが気、あ、ヘが気になる。間違えた。自分とこの CM を間違えちゃいました。おー、気になる気になる。ザグフェス行きたい。ヘスじゃあ。メタボミ、あ、メタボミ。はい、すいません。最近あの子が気になる。どの子だろう。それはなんか恋ですか。ちょっとびっくりしました。今日ね、誰かが書いてたんですけど、はい、今日5月23日、なぜかキスの日っていうらしいです。ほう。なぜ？わかんないんです。後で調べてみようと思って。キスの日。うん、キスの日。あ、調べちゃうんだ。はい、キスの日。それまたなんかあれですかね、うん、なんか商品が出たからとか。かなあ。あ、なぜでしょう。さあ、キスの日でございますが、誰か知ってる方いらっしゃるでしょうか。またご存知でしょうか。キスの日、記念日、記念日。あ、記念日、記念日、ちょっと待ってくださいね。うん、記念日、記念日、あ、ありました。キスの日。あ、1946年5月23日に日本で初めてキスシーンが登場する映画である、佐々木靖監督ですかね、二十歳の青春が封切りされたことからということだそうです。バイウィキペディアでございます。ちゃんとした、ね、出来事があったんです ね、 ね、ということで皆さん、はい、今日は、たっぷりとキスをしていただきたいと思います。まあ後ほど、また後ほど、後ほど。誰と。ごめんなさい。そういう誤解を招く発言をすると、うん、まあいいと思うよ。あ、いいと思う。ありだと思います。お兄ちゃんの許可もいただいたので。そうです。あの、初めてご覧の方はわからないと思いますが、兄弟なんです。はい。
はい、顔似てませんけど、ね、名字違うけどね、名字も違いますけど、ね、ちょっと複雑な関係っていうやつですねです、はい、さあ、フルさん、これは行かなきゃ、誤解を招くよいろいろね、はい、これは行かなきゃ、ザクとグフが、大集合するイベントだよねなんてあー、ガンダム、ガンダムだと思いますね、多分ね、もう目がこんなやつですよね、うん、はい、なんと今週末、はい、カバヤザグフェス行きますよ、楽しみです。 お待ちしてます、ありがとうございます。ザグ子はいますか、ザグ子、誰がザグ子なんでしょうね落ちちゃったけどただいま復活ありがとうございます。さやさんさん、今週の土日はザグフェス、ザグちゃんかわいい、ザグちゃんかわいい、ザグちゃんって言うんや、ザグちゃんって言うんです、単純にザグパンかわいいっす、はい、B 級グルメやっぱりしもさんだわ、うん、はい、ワノミンさんとヒロインバスの体験レポート、あー、いいですね、ちょっと面白いな、ちょっとそこで、みんなに流してみてはどうでしょうか、ツイキャスでもいいですし、うん、ビデオカメラ持ってって編集してもいいですね、本当ですか、面白いですね、そこでぜひお化粧体験でしたっけ、さっきのパウダールーム付き、はい、ぜひどうぞ、バスこれ多分僕断られるんじゃないかと思うかもしれないね、はい、入場制限が男性の方はちょっととか言われるかもしれませんが、お姫様気分が楽しめるらしいと、はい、ワノーンと、ワノーン、かっちゃんさんどうもこんばんは、のみです、ワノーンと、はい、あ、シルクさんどうもこんばんは、のみです、マトコーンということで、あ、親方さんどうもこんばんは、のみです、ちはザグフェス行くよと、親方さん来られるんですね、お待ちしてます、はい、いつもありがとうございます。そして、フルさん車でいいのか、車でいいです、生サクパン会いたいな、ワノーンとマトコーン、ザグフェスはコンベックス岡山で開催、ありがとうございます、ありがとうございます、パラパラしか走ってないバス、うん、このヒロインバスパラパラしか走ってないそうです、あ、走ってるんですね、でしょうね、バスですからね、そっか、はい、さすが総務部長って言われてますね、しもさん見つけたらと、しもさんゲットだぜ的なみたいな、ポケモンゲットだぜ的なね、なんかこんなのから出てくるかもね握手会、握手会、しもさん見つけなきゃと、しもさんと握手、特典握手、合言葉はしもさんにワノミン TV 見たよらしいと、今日はですね流れが非常に早いです、ねえ、拾うの大変だぐらい、ありがとうございます、そしてシールもらいに行こうと、しもさんはじめまして、はい、あの件よろしくお願いしますと、境ではイジさんの、これ多分吉田 P ですね、あの件名前言っちゃいましたはい、そうそうそう、あの件っていろいろありすぎて、そんなにつながりがあるんですか、境での商工会議所さんと、うん、しかも青年部さんと、はい、多分あの件だと、はい、だと思います、林田店でお待ちしてます、はい、林田店、はい、ザクザク林田店でお待ちしてますおー、シールがもらえる、握手改めシールを貼ってもらえるちゃんと仕事してますよということで、ザグ、グフ、ゲルググ、ズゴクが集まるイベント増えてるじゃないですか、どれでしたっけ、あの足がないやつ、あれ、ジオングでしたっけガンダム世代ですか、ガンダム世代です、超ど真ん中です、あ、本当ですか、はい、全く詳しくないですけどはい、ジムぐらいしか知らないです、ダックぐらいしか知らない絵の方でグリグリ、いやいやいや痛いですから見ないとこやろ、ほらほらほら、ツンツンしない、それでキャッカしてる、キャッキャしてるみたいな、本当キスの日か、相手がおらんわい、ぜひキスはね、うん、相手は人じゃなくていいと思うんですよ、え、壁とか、そう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 、壁とかね、結構寂しい、犬とかね、猫とかね、よくうちの犬にしますよ、本当ですか、ベロンベロン舐められます、はい、いいな兄弟関係そうですか、複雑ですけどね、複雑ですけどね、ザグッコ、腹違いの兄弟だったかと、うん複雑な関係です、薄い本にありがちな兄弟、薄い本、薄い本、薄い本、ムックとかそういう系ですかかな、ですかね岡崎ゴール、あー、すごい、ということは2対0でしょうかね、アゼルバイジャン戦追加で2対0でリードということで、ヒロインバスにてワノミーナ復活しませんはい、そしてワノミーナでプリンセスバス登場しませんね、おや、ユーストおすすめの番組はこちらですか、その通りです、ありがとうございますキラキラしちゃいます、もう本当にね、ユーストアジアさんありがとうございます、足がないのはジオングですねという、多分うどん県、下さん今日はありがとうございました、今日何かあったんですか、え、誰誰、トンプクさんから、
そうそう、今日だからちょっといろいろ一見進みまして、なるほど、林田店でお待ちしてます、が合言葉です。はい、林田店からめっちゃ近いかっちゃんさん、そして坊やだからさって、これ多分ガンダムですガンダムですね、そしてワノミンさんはジム、シモさんはザグザグ、さすがこの辺りにミュウミュウは突っ込まないのかな、ハッシュタグミュウミュウということでございました。ガンダム好きだからね、見てるんでしょうか。はい、フルさん、ワノミンさん、シモさん、イズミン、お疲れです。これから走るので抜けます。あ、じゃフルさんじゃないですね、牛島さんだ。ありがとうございます。気をつけて、お気をつけて頑張ってください。ザグザグのおすすめは何ですか。おすすめ、はい、なんだろう、あ、ザグフェスでのおすすめかな。ザグフェスですかね。あの、個人的には、はい、かばやさんのブースにぜひ行っていただきたいです。ほう、かばやさんのブースの展示が、はい、はい、かばやさんは体験コーナーなんですけれど、はい、サクパンくんとホネホネザウルスって知ってますか。はい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 。で、あの、真っ白のものがあるらしいので、それに色を入れてお面を作ろうっていうブースを出してくださるんです。で、上手にお面ができたら、はい、ちょっといいもの当たるかもね、もらえるかもねっていうのがかばやさんのブースなので、なるほど、ぜひサクパンくんと、サクパンくんのお面を持って写真を撮りに遊びに来てください。なるほど、はい、なるほど。ということは、それは大人でも参加が、多分大人でもできると思います。できる、はい、それはぜひ行かなきゃでございますね。私はハッピーノイでこっそり行こうと思ってますなるほど。じゃあそこで、下さんを見つけてもハッピーノイ出るからシールはもらえない。そうそうそう、ハッピー着てる人だけなんです、ということでございます、そして、あ、多田さんが教えてくださってます、はい、1946年5月23日に日本で初めてキスシーンが登場する映画である佐々木靖監督の20歳の青春が風切りされたことからということでございます。あ、牛島さん頑張ってくださいということでありがとうございます。ありがとうございます。日曜日100キロマラソンなのです。え、牛島さん、そうですよ、あのチームで走られるやつですよね。すごい、頑張ってください。100キロは長いです。長いです、実感こもってますよね、はい、まあ、そのあたりの話はおいおいとということでございまして、はい、MS-04 乗りてーということで、きっとそれはモビルスーツかなんでしょうか。ザグフェスではなくザグフェ、はい、ザグフェス、ザクフェスではなくザグフェス、本物はガンオタではないと言い切ります。ハッシュタグみゆみゆ。ハッシュタグみゆみゆがちょいちょい挟まってマジか、林田店めっちゃ気になるザグザグ。おー、ありがとうございます。フェスで下さんに会うとピコピコハンマーでピコられますか。あ、持っていきましょうか、借りて。お貸しします。はい。さあ、ということでですね、はい、そろそろ時間がやってまいりましたので、最後にもう一度、PR をしていただければと思いますが。はい。はい、最後にもう一度、今週末5月26日土曜日、27日日曜日は、はい、コンベックス岡山でザグフェスを開催します。で、大人の方も、お子さんも、しかも一日中、お昼も食べつつ楽しんでいただけるので、ぜひ1日がかりで遊びに来てください。はい、下さんは1日中いると。はい、2日とも、はい、10時から16時まで、あの、会場閉まるまでずっといますので、はい、ということで、よろしくお願いします。ぜひ下さんを見つけてですね、はい、コンベックス岡山、今週の土日、はい、行っていただいて、下さんを見つけて、はい、そしてワノミン TV 見たんだけど、シールちょうだい、はい、そしたらちょっと気になるって聞かれるんで、はい、ザグザグと、はい、で、ワノミン TV 見たよがくっついてると、なんかいいことあるかもね、ということで、シール貼ってくれると、で、握手してくれると。あ、2つとも。じゃあ握手だけにしますか。まあ、人によるかな。そうそう人見ちゃうんだ。嘘です、みんなで。はい、はい、ということで、多分ね、はい、人気者なんで下さんいつも囲まれてると思いますので、すぐ分かるんじゃないかなと思います。はい、それとハッピー脱いでご飯食べてるときはどうぞスルーしてください。頬張ってますからね。BKグルメコーナーに何時間もいるかもしれません。はい、ちなみにこれ入場料は無料。はい、はい、もちろん無料です。ね、はい、確かね、あの、去年の記憶が正しければ、はい、そして今年も同じような系統でしたらですね、うん、割とこう試供品的なものとか、そうですね、なんかモニター商品的なものももらえたりとか、うん、あったりしますので、はい、ぜひ今週末5月の26、27、10時16時、はい、です、コンベックス岡山にお越しくださいませ、はい、今日のミニ PR コーナーは、ザグザグのシモさんでした。どうもありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そんなわけでございましてですね、我が妹分、強くなるの妹分でございます、下さんにミニ PR をしていただきました。ね、本当にね、このザグフェス去年が第1回目だったんですが、非常に面白い、イベントで、僕コーヒー入れる体験したりとかでね、それでコーヒー豆いただいたりとか、非常に、楽しめますので、ぜひこちらの方お越しいただきたいと思います。僕も26人行くかなという感じでございます、そして
フェスで下さんに会うと、あ、違う、これは読みましたね。ジグザグミキ店。もう、ミキ町、ジグザグ、ミキ町にもできよう。ザグザグじゃなくて、ジグザグですかね。ピコラレに行きますと。あ、俺が子供としてプレゼントしたピコピコハンマーです。まさにその通りでございます、かっちゃんさん。はい、ありがとうございます。お届けしてますので、タイミングとかなんちゃわからんですが、ワノミンさんおめでとうございます。あ、ありがとうございます。何かおめでとうございますか？言いません。はい。そして、パチ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 、フルさんありがとうございます。人によるんだということで、下さんお疲れ様でしたと。ザクザク林田店には何があるんやろか、明日見に行ってみようと。下さんパチパチパチとツイートをいただいております。さあ、そろそろですね、メインゲストの登場でございます。岡山県のですね、楽しい人、楽しいお店、楽しい情報をですね、ゆるゆるとお送りしておりゆるゆるとお送りしておりますワノミン TV でございますが、続いてのメインコーナーはですね、何やら倉敷でこうハンドメイドや工芸とか雑貨、とにかくなんか手仕事作品が好きな方、美味しいものが大好きな方にはたまらないイベントがあるということでございまして、自己委員のお一人でございます唐沢博信さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。こんばんは、のみんでございます。よかったらこちらお持ちいただいてね、はい、好きな時に、ピコピコっとしていただければと思います。はい、そんなわけでございましてですね、まずはですね、はい、緊張されてますか？ちょっとします。じゃあちょっと緊張ほぐすためにもですね、はい、ちょっと自己紹介なんぞ。そうですね。はい、していただければと思います。これ持っときましょうかね、とりあえずね。あ、とりあえずします。倉敷で木工をしております、はい、唐沢博信と申します。はい、はい、唐沢博信さんということで、唐馬家具工房という、はい、称号というか、そうですね、やられているということでございますが、なんかいろいろ手元にはね、やってきておりますが、ちょっとそのあたりを伺う前にですね、はい、普段その木工をされてるということなんですが、どういう活動といいますか、はい、もうあれですか、毎日ただひたすら木と立ち向かってるみたいな。かっこいいですね、そのあたりはね。まあ、そうですね、まあ一人でやってるんですけれども、まあ作品オーダーを作りながら、はい、年に何回か、はい、発表会というか作品展を行わさせていただいたり、なるほどなるほど、イベントに参加してですね、はい、注文をいただいたりしてます。なるほどなるほど。じゃあ、普段は基本的にはまあ受注販売的な感じで、そうですね、されていると。で、ちょいちょいそういう企画展だったりとか、はい、そういうのをされていると。そういうわけです。なるほど。例えばですね、まあ、木工といってもね、はい、いろいろあると思うんですよ。私もね、若干お世話になりかけてたというか、お世話になったというか、ワノミン岡山というですね、ホームページがですね、今はワノミン TV 用に変わっておりますが、昔はそこは手作り作品の雑貨屋さんでございまして、そちらでね、あと一歩のところで唐沢さんにも作品を出していただけるところだったという感じでございましたが、まあ、そんな流れもありまして、手作り作品大好きなんですけど、木工もね、ちっちゃいものから大きいものまで、はい、そしていろんなバリエーションがあると思うんですけど、ありますね、そのあたりはこう どういうジャンルで。あ、うちですか。はい、本当ちっちゃいもの、ほう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 、例えばストラップとか、ね、はいはいはい、ほう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 、まあ、アクセサリートップとか、はいはいはい、その辺から本物で言うと、はいはい、システムキッチンとか。システムキッチン、はい、そういうオーダーも受けたりします。それはシステムキッチン、水流すところはもちろんシンクはアルミというかステンレス、ね、そうですね、シンクであ、はい、シンクのところがホーローであったり、はいはい、焼き物であったり、はいはいはい、お客様の要望になるべくそう。あ、じゃあその下のところ。そうですね、ベース。へー、そんなものまで。そうですね。ちなみにですよ、はい、ちょっと気になるところ、ちょっと気になる感じなんですが、はい、その例えばそのシステムキッチン、一般的な大きさだとして、はい、どれくらいの金額で。あ、そうですね、はい、その辺でさっと引かれちゃうと思うんですけど、ほう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 、まあ、お客さんと、はい、ご予算的なものを相談してなんですけれども、はい、なぜちょっと時間がかかってしまうので、そうですよね、作るんです、はい、まあざっと、はい、何十万円から100万円単位。何十万円からもありなんですか。まあ、それは要望にもよる。まあ、そうですよね、はい、木の質にもよるでしょうし。そうですね。うわー、すごい。なんか 手作りの木工の木のですね、
システムキッチンいいですね。そうですね、たまらないです。またこれが多分あれですよね、時が経つにつれてこういい味が出てくるんでしょうね、そういうのって。でしょうね、やっぱり。でしょうね。収めてからっていうのをね、そうか、なかなか見る機会がないんで。なるほど、なるほど。はい、そうあってほしいですね。ですよね。ああ、すごいですね。じゃあもう、木でできる、形作れるものであれば、大概何でもできちゃう感じです。ぶっちゃけそうです。はい。なるほど。木ってすごい、もう大好きなんですけど、なぜかというと僕はギターを昔、まあ今もちょろちょろはしてるんですけど、アコースティックギターってすごく木に左右される。はい、はい、なのでこう例えばメイプルだったらメイプルらしい音、硬い音がするよとか、うん、そういうのがあるので木ってすごくすごいなって思いますし、あと生きてる感じ、はい、木ってなんかすごく木って加工した後も生きてる感じがするじゃないですか。よくご存知で、その通り、ね、なんかそういうのですごく好きなんですけど、そういうこういい木とかは どうやって見分けるんですか。自分で切ってこられるんですか。いや、さすがにね、やばいって切ってくることはないんですけども、はい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 、まあ、一般的には材木屋さんで買ったり、それからお客様がね、はい、お家に寝てる木を持ってきて、ほう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 、例えばテーブルとかにしてくれとか。なるほど、なるほど、ね、そういう、はい、なるほど、自分がこう気に入ってる木を持ち込まれてやるとか、はい、なるほど、そういういいですね。なんかもうすごく、あ、メルさんも書かれてますけど、すごく贅沢ですよね。ですね、僕もそういうの使ってみたいんですけど。いやいや、作られたらいいじゃないですか。いや、なかなか実店前にそうね。そしてちっちゃいものもね、ストラップとかも作られるということで、一つね、今日写真を用意しています。木の時計の写真があると思いますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。はい、こちらがですね、今出てくるかな。はい、こちらが唐沢さんです。あ、ちょっと新作ではないんですけど、写真が間に合わなくて。その向こうにあるもしかしてアクセサリーもそうですか。あ、そうですね。なるほど、かわいい時計ですよね。これ逆だと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。これはあれですか、はい、こうちゃんと動くんですね。あ、動きます、動きます。ということは時計のユニットも入ってる。そうですね、裏側にこう仕込んでまして。ですよね、すごいですね。これ目覚まし時計にはなったりしないですか。いや、ね、さすがになってないんです。なってないえ、こういうのってこうすごい可愛い形してるじゃないですか、はい、どういうところにこうインスピレーションというかその形のアイデア出てくるんですか。あ、これね、はい、アイデアとか結構持ってられる方、はい、ポケットとか引き出しを持ってる方いるんですけど、ほう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 、私は残念ながらね、そういうの少なくて。ほう、少ない。ノートに、はい、例えば山に行った時の印象とかですね、はい、書き留めておいて、はい、それをある日こうつなげていって形にしていくんです。すごいですね、なんかあれですよね、今日はちょっと音楽推しでいきますけど、歌を書くときと似てますよね。なんかこう思った、思いついたことをノートに書き留めておいて、それをこう一つの物語にするみたいな、そんなイメージのようにこうインスピレーションを受けたものをスケッチとかしておいて、はい、それを一つの作品にこう紡ぎ合わせていくというか、そう、ね、作り上げていく感じですよね。まあ、そういうとかっこいいんですけど、はいはいはい、点が線になってやっと面になるみたいな感じで、ようやくいいですね。そうですか。いや、こういうね、こういう形を作れる人って本当に僕は尊敬するんですけど。いやいやいや、ねえ、おしゃれですよね、これもね。ちなみにこの時計は、お高いんですよ。これが13,000円。なんと、なんと、なんと2万円切りました。13,000円。13,000円でお届けでございます。ということで、いや、でもこれも結構時間かかるでしょ。かかりますね。ですよね。機械である程度はできるんですけど、はい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 、機械でやって全部してしまうと、うん、やっぱり素朴さが出ないんで、はいはいはい、手でこう形を作ったり、はいはい、秒針のところにちょっとどんぐりをつけて、それが1秒ずつこう、あー、ほ、ほんとだ。なるほど、ね、凝ってるんですね。あ、
かわいいですね。秒針が短い秒針がどんぐりのこう先にこうちょこっとついてる感じですよね。うわこれはいいですね。いいですね。これあの素人が作るとですね、こう台座がガタガタしたりとかですね、こうこの曲線にこうちょっとガコってなってたりとかですね、するわけでございますよ。いやいや、ね、本当に尊敬しますが、さあじゃあその唐沢さんがですね、倉敷と、まあ、普段は倉敷で活動されてる。そうですね。なるほどなるほど。はい、その倉敷とその周辺でこう活躍されてる他の作家さんも含めて。はい、そういった作家さんが集まって主催されてるイベントがあると。そうなんです。はい、はい、もう待ってましたぐらいの勢いでしたが、今今日はそれで来ました。なるほどなるほど、それはどんなイベントになりますでしょうか。そうですね、はい、今回第1回目なんですけど、ほう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 、初回。はい、倉敷って結構ものづくりの街でもあるんですけど。はいはい、そうですね。はい、なかなかそれをこう皆が集まってですね、はい、何か催す機会ってないんですよ。ほう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 。あ、作家さんはまあそれぞれでこう活動されてると。はい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 、はい、でまあそういったもので、はい、イベントごとにも、はい、まあ各々参加してるんですけど、ほう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 、自分らで何かできないかな、景気の悪いこの世の中。はい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 、もういろいろね、遊べるイベントをしたいなと。なるほど、はい、はい、あたりからですね、はい、まあ、構想を広げていって、はい、まあ、メンバーを集めて、はい、立ち上げたという感じです。ほう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 、はい、さあそのイベントが題して、はい、ポスターが出まりました。こちらです。はい、じゃあ持ちましょうかね。はい、第1回メイドイン倉敷イン倉敷、なんかすごいですね。すごいですね。印が2つついてますね。はい、はい、これ、じゃあちょっとお読みしましょうか。歴史ある、これ逆から読むの結構大変なんですよ歴史あるものづくりの町倉敷、その町で活動する多くの作家たち、そんな彼らがジャンルの壁を越え、メイドイン倉敷イン倉敷集います。かっこいいですねおっと、それが、2012年これ読むの大変ですね。6月9日ですね、はい、9日土曜日と10日の日曜日ですね。10時から4時までと。割とあれですね、先ほどのザグフェスと似た感じで、うん、今回は第1回目、ザグフェスが第2回目だったんですけども、そして土日で10時16時というところまで一緒ということですね。ちょっと日にちはずれておりますが、倉敷芸文館広場、はい、これはどちらに、ですね、ですかね、はい、美観地区の、はい、芸文館のですね、はい、中庭になるんですけど、はい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 、ここ一帯使いまして、はい、まあ、各ブースとですね、はい、それから、ワークショップとかですね、ほう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 、やらせていただく予定です。なるほどなるほど、はい、じゃあポスターは大丈夫ですか。もうちょっと写しますか。ありがとうございます。はい、お持ちしましょう。大丈夫です大丈夫です。で、具体的には、はい、こうどんな作家さんが。そうですね、ジャンルで言いますと、はい、陶芸の方、はい、焼き物ですね、はい、それからガラス作家さん、はい、それから金工、彫金短金で、はい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 、シルバーとか、はい、シルバーとか使われる方、はい、それから万華鏡作家、万華鏡。そうですね。へー、ステンドグラスとか自然素材で作られる。へー、カレイドスコープってやつですね。あ、そうですね、はい、それから絵を描かれる方ですね。はい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 、それに川作家さんですかね。はいはいはい、レザークラフト、はい、レザークラフト、それから織物の方、はい、それに織物、はい、忘れちゃいけない、木工ですね。あ、そうですよねそれ忘れるとダメですね。他にですね、はい、裏からだとちょっとスケジュール見えづらいんですけどまあ全部はね、うん、把握はできないと思いますが、これだけの人数が集まるというのは非常にすごいなと思いますが、ちょっとこれは一旦じゃあくるくるくるっとさせていただきまして、はい、はい、じゃあですね、ちょっとそこまで紹介させていただいたところで、ちょっとツイートを読ませていただきたいと思います。
はい、ということで、黒子さん、おかみとしもさんで番組よろしく。それ僕も見てみたいですね。はい、ちょっと気になる感じですね。噛んだ、あ、噛みました。はい、職人が登場。お、宮市出た、アゼルバイジャン。それはどういう状況が出たという状況なんでしょうかね。ちょっと飲み物飲ませていただきます。はい、噛んだということで、僕よく噛むんですよ。通称噛みみんと呼ばれるぐらい噛むんですが、はい、噛んだら、ツッコミがこういう形で入ってまいります。そして、下さんお疲れということで、安定のピコハン装備。もう自由に使ってくださって大丈夫ですので。はい、はじめまして、唐沢さんということで、境ではイージーさん。はい、そして、あ、麦ゆきさんどうも、こんばんは、のみんです。しまった、忙しすぎて出遅れた。でも、麦バーから3人で参加なの、どうもありがとうございます。はい、意外とご近所さんなんですね、と。真空がアルミじゃないですね。はい、唐沢さんってどっかで聞いた名字ですね。そうですね。はい。最近覚えてもらいやすいです。若干このスタッフ近辺ですね。ね、この近辺に割といらっしゃる方と名字が一緒。知らさせていただきます。なんと親子関係。それは複雑な関係の親子関係じゃなくて、リアル親子関係ですよね。はい。誰の、親御さんなのかはちょっとここでは控えておきましょうかね。多分話題を振った方だと思います。はい、朝やんやさん、もっこさか、からさひろのぶさん、はじめまして。はじめまして。システムキッチンのお話をしています。ちょっと聞き耳を。あ、秋山さんどうもありがとうございます。木のシステムキッチン、贅沢ですね、と。黒子さん、ハカランダーネックのギター買おうぜ、と。できれば、メイプルネックが、好きですかね。はい、工房見学とかできませんでしょうか。あ、それはもう、来ていただけるので、ぜひと。できるということでございます。ちょっと待ってくださいね。その前に、メイドイン倉敷、インクラシキの、まずはこっちが公式のブログですかね。はい、こちらを、します。工場見学、工房見学っていうのは、はい、工房は倉敷。倉敷の玉島で。玉島でされてるんですね、はい。一度もしかして伺わせていただいた。そうですね。あそこでございます、ね。すごいですよ。もう、いや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 、あの機械が動いてるところを見たいと思う。ウィーンみたいな。まあ、あの木の削れる音がですね、大好きでございまして。はい。削る音、そしてあの匂い。ただ、残念なことに、あの木の粉が鼻に入ってしまうと、鼻炎になるという、非常に悲しい体質でございますが、工房見学をしたい方はどうすればいいですか？そうですね、はい、まあ、事前に連絡していただければ、はいはい、まあ、ちょっといない時もあるので、都合を合わせて、はい、訪問していただいても、はい、結構です。じゃあ、こちらの、ツイート流しておきますので、はい、こちらの方のホームページから、ぜひアクセスの方をしていただきまして、工房見学希望とご連絡をしていただきたいと思います。システムキッチン素敵と。お、木時計マイルドだぜ。素敵。ちょっと似てないものまねしてみました。はい、木の時計いいですねと。こういうのが一つあるだけで部屋が和みますよねと。木の食感がいいですよねとか。ですね。そして、あ、残念ながらクリックマンさんは、6月の9日10日はいらっしゃらないということで。メイドイン倉敷いいですね。昨日は戦み、絵で芝居ていいそうやで。いや、絵で芝居じゃダメです。痛いです。いいんですか？ダメです。痛いです。あ、タカさんどうもこんばんは、のみんです。ということでですね、はい。いっぱいツイートの方いただいておりますが、さあ、続きまして、そのメイドイン倉敷、イン倉敷の話をもうちょっと伺いたいと思うんですけども、はい、その、どうなんでしょう、その、今回、その、第1回ということで、はい、準備期間ってどれくらいでされたんですか？そうですね、はい、これ初めに声が出たのが東映のグループからなんですけども、約2年半前ぐらいに、ほう、2年半、ね、はい、何か自分らでできないなと、はい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 、で県外誘致のイベントって結構安定してあるんですけど、ほう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 、こっちから発信する、はい、イベントを地元から外へっていうのをやろうっていう動きはそのくらいからあったんです。なるほど。じゃあ2年半前からやって、やっと
いい加減やらないかって感じ。ずっと準備してたわけじゃなくて、ちょっと休みつつな感じですか。あ、なるほどなるほど。ですからね、はいはい、ちょっと話それちゃうんですけど、はい、ポスターやあの DM にあるような、はい、結構とあの版が押してあるんですけども、ほう、あ、結構ってこうこんな感じですね、見ていた、うん、こっちにした方がいいかな、結構結構これ見えますかね、はい、まあ、一見潔いようにも見えるんですけど、なるほど、はい、もういい加減頑張ってやろうと、はい、ありがとうございます、いう感じで、なるほど、はい、なるほど、そうなんですね。でもなんかこう作家さん同士って私の印象だと、はい、こう個性的な人って結構多いじゃないですか、はいはい、その人たちがこれだけの人数集まるってこうすごく大変じゃないですか。そうですね、まあ、全員が全員こう友達同士というわけではないんですけど、つながりの中から、はい、この人同士は呼びたいなという方を、なるほど、あ、じゃあそのもともとつながりが結構あったのはあったんですか、作家さん同士で。ここにはあってですね、なるほど、それをこうつながりがなかった、つながってるところがこう出会わなかったの、はい、なるほど、で今回出会ったか、はい、そういう感じです。はあ、面白そうですね。まあ、続々と陶器だけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 等10組、すごいですね。ガラスが 1,2,3,4,5,6,7、 彫金が2、木工も3という感じで、漆塗りもあるんですね。はい、この漆の方女性なんですけど、ほうほうほう、色漆いまして、はい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 、ちょっと色を施した漆で綺麗な小物を作られて、はい、なるほど。じゃあちょっと、写真をですね、そうですね、はい、それです、そっからいきましょう。その出展される作家さんの作品がちょっと出てきますので、はい、用意していただいております。さあ出てきますでしょうか。出てきました。これはこれはですね、はい、一見何かなと思うんですけども、はい、天田さんというほうガラスの作家さんなんですけど、天田さん、はい、はい、天田優さんでいうでしょうか、はい、はい、学生時代からですね、はい、羊をモチーフに、はい、こう小物作りからずっとされてたんですが、ほう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 、まあ、その魅力を追求していって、はい、まあ、いろんな羊をですね、ガラスをという素材を通して表現する、ちょっと面白いですね。面白いですね。羊、羊にこだわりを持ったガラス作家さん、うん、面白いですね。なんかね、その切り込み方が、はい、そうですよね、たまらないですね。なんかこう作家さんって感じがしますよね。はい、そして次の作品は、お、これはまたちょっと打って変わって、はい、今回の実行委員長の、はいはいはい、陶芸の方なんですけど、はい、三宅さん、三宅さん、おっしゃる方、はい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 、三宅源雄さん、まあ、作品の裏側に時間の経過をこう、はい、テーマに、ほう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 、ものを作っていくんですけど、はい、当然これも一見使えなさそうに見えるんですが、はい、まあ、僕もまだじっくり見てないもので、はい、何っていうのはちょっとそこまでわからないんですけど、はい、使える器を、ほう、じゃあこれはもしかしたらこう、なんていうんですか、これが一つの作品だとしたら、まあ大きさがちょっとわからないです、スケール感があれですけど、もしかしたら牡蠣かもしれないし、そうですね、何かの役に立つもの、そう、実際に使えるもの、その中に表現をかなり強く盛り込んでられる方で、すごいです、面白いです。いやー、またなんか手作り雑貨のお店やりたいな。またやりましょう。やりたいですね。もうこういうの大好きなんですよね。で、もう本当にこうすごく形だけすごいぜっていうのももちろん大好きなんですけど、こういう感じでこう形がすごい中でこうちゃんと実用性もあるっていう、本当作家さん素晴らしいなと思います。はい。じゃあ続いての作品お願いします。はい、これは、はい、ですね、これも牡蠣だと思うんですけど、ちょっと陶芸が続いちゃって申し訳ないんですけど、はい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 、岡島光則さんという方の、はい、作品で、はい、
これも牡蠣ですね。ほう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 。一見ちょっとこうシュールな感じに見えるんですけれども、ほう、まあ実物これ見たことあるんですが、かなりこうグッと訴えかけるような。なるほどなるほど、存在感はすごいですもんね。これはもしかしてですけど、この背中の部分、一見穴が開いてるこの、ね、はい、ちょっと分かれてるようなこう筒の部分にこう水を入れてお花をいけるのかなと思いつつも、もしかしたらこの丸くなってる、こっち、こっちだ、こっち側、うん、違うな、どっちだ、こっち側だ、こっち側のここのところに穴が開いてますか。穴開いてますね。そこに生きるタイプですかね。そうかもしれないですね。これ多分、ね、表現する方も考えながらな、あお花をこうアレンジしていくと思うんです。なるほど、いやいや、いいですよね。あ、来てます、かっちゃんさんがアートですね、いいなというふうに来ておりますが、いやいやいや、こんな作品が山ほど、ね、総勢何名ですか。総勢今回は、34ブース。34ブース、はい、もうちょっと覚えたんですけども、はいはいはい、初回なのでちょっと小ぶりで、はい、なるほど、34ブースで小ぶり、まだまだこう、はあ、ちょっとそれは楽しみですね。今後もですね、ぜひ今回もあの皆さんね、行っていただきたいんですが、ちょっとツイート見ますね。ですね、ほ、よいしょよいしょよいしょ、この辺がね、メイドイン倉敷に、あ、そのメイドじゃないですね、はい、うん、そうですね、作品ジャンルの幅が広いですね、気になりますということで、本当広いですよね、メイドイン倉敷注目ですね、陶器ガラス彫金漆塗り木工ですか、あと布とかも、絵とか布とかですね、こちらの方、そうですね、革ですね、そのあたりも含めてでございます。嵐の夜に 何の話か全く分かりません。はい、アート寄りの工芸品ですねと。あ、どちらかというとアート寄りの方の今ご紹介しましたけど、そういうこういわゆる実用品アートではなくて、こう実直な作品っていうのもあったりするわけですか。ありますね。なるほど。まあ、パッと見ていただいた写真だけじゃなくてですね、はい、今回ちょっとデータが間に合わなかったんですけど、なるほどなるほど、かなりもう作家さんも色が濃い人、はい、はい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 、はい、私も例外ではないんですけど、いや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 、まあそういう方が面白いんで、ほう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 、まあ色物の集まりと考えて、色物っていうにはちょっとなんか高尚な感じではございますが、はい、なるほど、和夫さんから幅広い、羊のガラスふわふわしてそう、確かにそうですね、収納に困る器確かにね、収納を考えるとこうすごくシンプルな方が収納はしやすいかもしれないですね、確かに。そういったものも当然もちろんあるということでございます。そして、とうとう和の民さん独立ですか、どこからどう切り取って私が独立する話になったのかよく分かりませんが、独立はしませんよ。はい、書き面白そうですという感じでいっぱいいただいておりますが、いや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 、ね、その作家さん自体がこう主催していて30何ブースバーッとある中でですね、必ずこう出てくる、私のような、まあ、私不器用なんでそう思わないんですけど、不器用なのを自分で知ってるので思わないですけど、きっとそういうところに行っていろんな作品に触れてると思う方がいらっしゃると思うんですけど、私も作りたいと、もしくは何か体験してみたいっていうような時はどうしたらいいですか。来ましたか。来ました。これね、はい、私たち自身も楽しみたいんですけど、はい、まあ、できる範囲で参加者の皆さんにも楽しんでいただきたい。ほう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 。何せ初めてのイベントなもので、はい、できる限りのことを考えました。はい、まあ、いろいろ手法を考えます。ほう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 。まあ、当然ワークショップなんかもあります。あるんですね、ワークショップ。はい。はい、まあ、一つ目にですね、はい、ボタンを作ろう。ボタン、あのボタン、これ今ないんですけど、ボタン、ね、ボタン、はい、はい、こうオリジナルのボタン、はい、プラスチックを削って、いや、これはですね、はい、実は陶芸の方が非常に多かったので、はい、型とか自分で練った小さなボタンをほう、作って焼いてもらうと、ほう、うん、陶器のボタン、オリジナルのもの、へえ、それはいいですね、はい、陶器のボタン、ああ、それちょっとかっこいいかもしれない。例えば、はい、洋服でもいいですし、はいはいはい、カバンとかに一つ、ああ、そうですよね、まあ、
まあ、何に使うかというとそんぐらいしか今思い浮かばないんですけども、はい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 、ストラップにしてもいいわけですし、アクセサリーにしてもいいわけですし、はい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 、そういったあのワークショップもあのします。ほう、うん、それは、オリジナルボタンを作ろうありましたね、はい、お使えそうなサイズだと5個ぐらい使える粘土があって、ね、しかも送料も送ってくださるんですね。後日なんですけども、はい、あのどうしても釜に入れて焼かなきゃいけないので、後日発送という形で、しかも5つ陶器ですよ、陶器で教えてもらえるところですよね。まあ大体大体をつくと思います。そして焼いてもらえて、はい、しかも送ってもらえて送料込みでおいくらだと思いますか皆さんね。え、作るの教えてもらえます。さらに、それに対してこうです、粘土も提供してくれる、そしてさらにそれを焼いてくれて送ってもくれる。さあ、ね、値段をおいくらでしょう。言っちゃっていいんですか。言っちゃってもらいましょう。ズバリ、はい、1000円。なんと、1000円、これはね相当安いです。今スタッフが本当に素でおってなりましたよ。これは安いっすよ。まあ、今あの、はいはいはい、いろんな作家さんが型をいろんなパターンで作ってるとか、はい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 、運動中だと思います、ね、なるほど、じゃあその型に合わせて、まあ、作るのもそうですけど、その自分でアレンジを加えてもいいわけです。そうですね、まあ、手で練ってっていうケースも大きさによってはありですね。ですよね、はい、いやこれいいですね。ちょっといったらさ、これ何名限定とかってあるんですか。ね、はい、かなり土の量は、はい、持ってくると思うんです。陶芸の方が多いんで、はい、まあ、なくなり試合になるんですけれども、はい、2日とも結構数は対応できると思います。なるほど、うん、じゃあちょっとこれ皆さん楽しみにしてください。1000円でオリジナルボタンが約5個作れる。そしてもう一つ、はい、なんか体験できることがあると伺っておりますが。そうですね、はい、体験と言いますね、はい、やっぱり同じ陶芸なんですけど、はい、こうやりたいんだけどやったことがない、ほう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 、どう入っていいかわからない、はい、っていう方に無料で、なんと無料で、無料で、今回は無料で、はい、勝手にろくろ体験、勝手にろくろ体験はいはいはい、はい、残っちゃう感じなんですけど、はい、ろくろと土を直に触っていただいて、ほう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 、自分なりのものを一回作ってみようと。なるほどなるほど、はい、あ、じゃあろくろを回してこう作れるんですか自分。はい、ほう、粘土とかは提供していただける。粘土はそこにこそっと置いてますので、ボランティアスタッフとかイベントスタッフも一応できる限りでうち側イベント側でサポートに入ります。ほうほうほう、はい、それはこう作った作品っていうのは持ち帰りはできたりするんですか。これはね、残念なことに、はい、まあ、物が大きかったりすると、ほうほうほう、長時間置いてると溶け始めたりとか、いろんな問題があるので、なかなか難しい面もあるんですけど、なるほど、はい、例えばもうすごい気に入ったものができたからもうお金出すから焼いて送ってくださいっていう場合は、うん、そうですね、はい、まあ、陶芸の方が何人かいらっしゃるんで、はい、ひょっとしたらですけども、はいはい、厳密にはいませんが、はい、その方の釜炊きに合わせて、まあ、優勝になっちゃったと思うんですけども、はいはいはい、お願いしたらひょっとそういうこともあるかもしれません。ということは気に入った作品ができたら作家さんに交渉する。そうですね、そこはもうね、こういう、なんていうんですかね、広場でやるそういう位置ですから。そうですね、交渉っていうのもね、まあ、作品に関してはできればこれワノミン岡山の雑貨屋を手作り雑貨販売をしてた立場からいきますと、できれば作品は値段交渉していただきたくないというのが私の正直なところです。これ手作りっていうのはもう本当にコストがかかる、人件費的なコストと材料費がかかるんで、やっぱそうじゃないですか、やっぱ避けれなくないですか、やっぱ手作りの作品。そうですね、なかなか値段って難しいですね。ですよね。なのでそこではなくて、これ焼いてもらえますかの交渉を楽しんでいただくと。そうですね、この辺については、はい、まあ責任の持てない範疇になってしまうんですけど、ですね、だから断られてもへこまない、はい、怒らない範疇でぜひお願いしたいと。そしてもっとなんかここに
ポロッと置いてあるものがちらちら持ってきました、見えるんですが、これは何でしょうか。これはですね、これ作品ですか。いや、あ、まあ作っていただくんですけど、ほう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 、手元に、はい、しましょうか、お願いします。まあ、はい、竹とんぼなんですけども、竹とんぼ、はい、竹とんぼを作って飛ばそうと。あ、決して竹コプターではない。ではない。ごめんなさい、ツッコミ待ってたんですね。ハンマーがそろそろ飛んでくるかなぐらいの、はい。やらなきゃいけない。いえいえ、ゲストの方にそんな無理じまいいたしません。いえいえ。はい。竹とんぼは懐かしいですね。懐かしいですね。はい。これ、私も材料作ってみて、はい、結構夢中になりました。おー、作りましたね。作りました。昔ね。これは竹ですよね。竹とんぼですよね。はぁ、これがもしかして作れるんですか。作って、はい、飛ばして、まあ、飛ばして、はいはいはい、まあ、ちょっと優勝になるんですけど、ほうほう、そのちょっとはどれぐらいなもんでしょう。だいたい今のところ300-400円って考えてます。ほうほうほう。で、そこで作れて、はい、飛ばして遊べる。そうです。なるほど。で、これはですね、はい、ちょっとアレンジしてまして、ほう、ムースじゃないですけど、はい、ソフトタイプ、はい、ハードタイプ、ほうほう、スーパーハードタイプと用意しておりまして、ほう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 、こうやってカラーリングを施していただいても結構なんですけど、はい、ソフトタイプは、はい、薄い竹を火で炙っていただくと、あ、ねじれて、ねじれてすぐにできます。なるほどなるほど。当然穴開けとか加工は大体してます。はあ、丸みを帯びさせていただいたり。じゃあもしかして小さいお子さんとかでも、そうです、ちょっとこう炙ったやつを親御さんが渡してあげて、はい、ってやるだけで作れると。できます。なるほどなるほど。で、ワナミンさんみたいにこれは満足いかんぞ、やりたいんだという方のために、はい、ちょっと厚手の木から削り出す、削る、削り出すと、ほう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 、いうのが、ハードタイプ。なるほど。なんかさっきスーパーハードがあるって言ってたね。それはどんな、竹そのもの置いときますので割るところから言ってください。なるほど。ハードっていうのは硬さのハードもあるんですけど、難しい方のハードも含めて、ね、体力の問題ですから。なるほど。スーパーハードもあると、まあオリジナルのを作っていただければ。なるほどなるほど。いやー、それちょっと楽しそうです。これあれかもしれないですね、お子さんもそうですけど、ね、大人の方がちょっと夢中になるかも。結構 ね、夢中になります。私も試作フライトの時に公園で、はいはい、2時間ばかり楽しい。確かに難しい、恥ずかしい。なるほど。いやいやいや、これはちょっと、楽しみですね。その他にもですね、はいはい、こちらから、いえいえいえ、実ははい、Facebook にも立ち上げます、はい、でそこにも書いてるんですけど、なかなか作家となると敷居が高いという印象を皆さんお持ちなんですけども、はい、各ブースごとにですね、はい、バーコードを用意してまして、ほう、例えば唐沢宏信からの加工の横にバーコードが、はい、で携帯で撮っていただくと、はい、QR コード、はい、ピッてやります。秘密の情報が書いてます。お、秘密の情報、各ブースごとに、ほう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 、連絡先とかそういうありきたりなことも書いてるんですけど、意外とこの人こういうことが趣味なんだよとか、あ、はいはいはい、こんなこと考えて普段生きてますよとか。なるほど。じゃあその作家さんの人となりが分かると。そうですね。なるほど。しかも秘密の情報なんでちょっと意外なみたいな、そういう楽しみ方をしていただけたら、はあ、それはちょっと作家さんと親近感が湧いていいかもしれないですね。なるほど。さあ、そうやって、まあ、竹とんぼを作ったりとかですね、ワークショップで、まあ、土ひねりをしたりとか、はい、いろんな作品をこう見て回ってると、まあ、当然ですね、お腹空いてきますよね。ですね。はい。そんな時は、まあ、倉敷芸文館ですから、まあ、倉敷駅の方からずっと南の方に下っていただきまして、はい、どんぐらいですかね、15分ぐらい歩きますかね。そうですね。女性の方だともうちょっと歩くかもしれませんが、まっすぐ歩いていただきますと綺麗な建物がございまして、ちょっと広いスペースがその前にあって、そこが、まあ、倉敷芸文館広場という形になるんですけども、ね、まあ、あの辺り、まあ、カフェとかもありますし、あります、ね、うん、そこで、まあ、食べていただく感じですか。まあ、今回ですね、はい、まあ、倉敷で活動されている作家さん、はい、あるいは近隣で住居を構えてたり購入されている方が多いので、はいはいはい、食ブースの方もほうちょっと倉敷で頑張られている方を、食ブースも出ちゃうと、はい、いうことでございます。どんな、例えばどんな食べ物が、例えばですね、はい、創作おにぎり屋さん、創作おにぎり屋さん
ほう、普通のおにぎりじゃないってことですね。まあちょっと凝った感じのするおにぎり屋さん、ね、なるほど。それから私の聞いた範囲では、ね、ケーキ屋さん、ケーキ、まあスイーツの方も、おお、ジュエリー、はい、どういうものを出してるかまではちょっとまだあのリサーチしてるんですけども、はい。それから当然喉が渇くのもあるので、おい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 、カフェをやってられる方が本格的なコーヒーを買える、おお、どうですか本格的なコーヒー、はい。あとあのレストランを経営されてる方が、ちょっとこれも未確認情報なので、ほう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 、あのブログ等で確かめていただきたいんですが、はい、林ライス、はい、林ライスシェフが、お、シェフが準備されるっていうのをちょっと私も情報をキャッチしつつあります。これはもう先ほどね、あのフェイスブックページの方をツイートして、ツイートというかあの流しておりますので、ぜひそちらの方を確認していただいて、ここから徐々に情報がね、そうですね、出てくるんですよね、きっとね。はい、ということでございまして、第1回メイドイン倉敷 in 倉敷、場所が倉敷芸文館前、芸文館広場、先ほども申し上げましたが、倉敷駅の方からずっと南の方に、下っていきまして、あれは東口になるんですか。そうです ね東口の方に出て、要は美観地区方面に、ずい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 と、駅前のメインの通りをですね、下っていっていただきますと、左手に美観地区を通り過ぎまして、その後、確か左に曲がると倉敷、市民会館があるようなアイビースクエアとかあっち方面に行くようなところも通り過ぎて、その次ぐらいですかね。そうですね、左手に芝生と広場が見えてきます、はいはいはい、これ電車で行くと、まあ、倉敷駅から歩いていくわけでございますけど、はい、車で行っても大丈夫。車なんですけど、はい、ちょっと残念ながら駐車場の確保をしておりませんので、なるほどなるほど、近隣の、まあ、市営駐車場とか、はい、パーキングに止めて、なるほど、はい、じゃあ、まあ、あの辺りいっぱいあの丸ごとかね、はい、市営駐車場もございますので、こちらの方をご利用いただきたいということでございます。2012年、まあ、今年ですね、もちろん今年です。来月6月9日土曜日、そして10日日曜日、朝10時から4時まで、結構な長丁場でございますね。そうですね、はい、じゃあちょっとこのイベントに向けての意気込みなんかをちょっと聞かせていただければと思うんですけど、はい、なんせ主催者が手探りなものなんですが、はい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 、どんなになるかもわからないんですけれども、はい、極力参加する方も来ていただく方も、はい、楽しんだイベントとしてですね、はいはいはい、まあ、倉敷の6月のイベントといったらメイドイン倉敷と、はい、なるように、なるほど、またメイドイン倉敷、イン倉敷からフロム倉敷に、ほう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 、県内にだとあの飛び出せるように、あ、なるほど、まず第1回目成功させていきたいなと、はい、意気込んでおります。なるほど、じゃあもう目指せ全国ツアー的な感じですよね。そうですね、うわ、これは楽しみですね。もしあれだったら、例えばですよ、これを見てくださってとか聞いてくださって、はい、まあ、会場に行きましたと、県外の方が、はい、県外から来られました、これちょっとうちでもやりたいよと、うちの県でもやりたいよっていう場合は、はい、じゃあちょっと唐沢さんに相談を。私でも結構ですし、はい、実行委員の方に何名かおりますので。なるほどなるほど、お越しいただければぜひとも前向きに検討させていただきます。わかりました、皆さんいかがでしょうか。県外の方もたくさん見られてると思いますが、じゃあちょっとツイート読ませていただきますね。うおー、結構来ておりますね。さあ来ましたと、閉ボタン、いや閉ボタンは作らないと思います。いいですね、はい、ボタンを作るワークショップ、しかも陶器のっていう感じで、閉陶器のボタン、おしゃれですね、陶器のボタン、木のボタンも良さそう。あ、いいですね、いいですね、ぜひそのあたりもちょっとワークショップ他のも考えてます。はいはいはい、まあ、各ブースでちょっとやる人も出てくると思います。なるほど、うん、じゃあブースを巡るともしかしたら体験できることもあるかもしれないと、ね、はい、しかも、ボタン1000円安い、ジャパネットより安い、1000円ってきてます。陶器は乾燥焼きで収縮するからイメージ難しいぞと、うんうん、詳しいですね、オリジナルボタン5個作れて後日送ってくれて1000円、そして6の体験と、勝手に6の体験やってみたい。ネット上にはエア6の職人さんが多いからね。これご存知ですか。写真とか、いわゆる IT 業界の人たち、僕、含めてですね、喋るときに僕みたいにこうやって喋っちゃうじゃないですか、はいはい、これがこう写真に撮れるわけですよ、インタビューとかの時、そうすると6の回してるみたいだよと。まさに
そう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 、そろくろ回してるみたいだねっていうのが、写真をずっとこういろんな人が集めてる、まとめてるところがありまして、はいはい、それ一時流行ったんです。ウェブ業界の人、IT 業界の人、ろくろ回しすぎみたいな。なるほど。意外と筋があるかもしれない。そうですね。はい。エアロクロ職人さんが。はい。ろくろだと、エアロクロ。作家さんと交渉ということでね、焼いてくださるかは、わかりませんが。竹子豚ではなく竹とんぼ。竹子豚、和のえもん竹子豚、違いますよ。ありがとうございます。童心に変えます。竹とんぼ、竹とんぼ懐かしいですね。竹とんぼ作るの難しいですよね。タケコプタやめときましょうね。たやめとこう。今ちょっと似てないモノマネをしようと思いましたが。そうだったんですか。はい、ちょっと発動してもいいですか。どうぞどうぞ。もうガンガン言っちゃってください。はい。絵はやめてくださいね。さあ、タケトンボ最後に作ったのは数十年前。あ、はい、ぜひとも。はい。難易度ハードだそうです。ズラだけ飛んでくタケコプタを連想してしまった。ズラじゃないですからね、僕ね。はい、チタンの削りだし、そんな高級な竹トンボは怖いですね。当たったら痛そうですね。竹トンボ飛ばしたことはあるけど作ったことないなという、秘密の情報。ソフト竹トンボ、ハード竹トンボ、スーパーハード竹トンボ、スーパーハード A かもーと。ねえ、ぜひともチャレンジしますね。ねえ、本当ですよね。竹トンボ昔作ったことあったと。はい。竹とんぼは小学校の頃に作りましたね。そうですよね、小学校の時僕も作りました。そして創作おにぎりガタン、倉敷ゲームが食のブースもあるのですねと。フードブースも充実とな創作おにぎり。 Facebook ページいいねしましたと。ありがとうございます、はい、ちょっとハイフライフ TV で美女見てました。もうね、あのこのフルさんという方は必ず美女に食いつく方でいらっしゃいます。はい、よろしくお願いします。やっと見ることができました。楽しそうですな。あ、佐藤さんどうもこんばんは、のみんでございます。あ、マスクさんこんばんは、のみんです。久々ということで、モノマネをやろうとした MC ということで、はい、フルさんが竹とんぼ作ったことないなと。あ、そうですか。割と小学校の時、しましたけどね。さあ、そんなことで、そろそろ時間が、20分ほど押してしまいましたが、いや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 、いかがでしたか。あ、実にあのすごい緊張してたんですけど。はい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 。やっぱり上手ですね。いや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 、引き出すのが。いやいや、でもよく喋られてる感じがしますけどね。無駄にね、こう無駄に喋ろうとするんですけど、いやいやいや、伝わらない分。いや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 、もう必死で汗かかれてるのがすごくあれだったんですが、なんか喋り慣れてる感じはしましたね。そうですね。普段ちょっと生徒に教えてることがあるので、ほうほうほう、その辺でこう楽しくやらないと寝てしまうんで。先生もされてるんですか。まあちょっとアルバイト的にこうね、ほうこの授業をしてたりします。ちなみに何を教えていらっしゃる。ちなみにあの創作家具を教えています。じゃあ、はい、本職のことを、技術をこう、はい、お伝えにやられているということでございます。はい、ぜひですね、生徒さん、生徒さん、これ学校名は言っちゃまずい。いや、全然構いません。鍵線でしたっけ。そうなんです、岡山鍵線、ね、うちの会社の近くでございます。そうです。はい、鍵線に行くと、唐沢先生に教えていただけると、非常に宣伝していただいてありがとうございます。いえ楽しみでございます。さあ、楽しみになってまいりました。6月9日、10日、10時から16時、倉敷芸文化広場、第1回メイドイン倉敷 in 倉敷の、PR で、していただきました。そして、もう素敵な作品を、拝見させていただきました。ありがとうございます。もうぜひ私もちょっと、できるだけ行こうと思います、ね。エアロクロなるの。エアロクロなるの、あの体験ね、させていただければと思いますので、はい、一つよろしくお願いします。はい。はい、唐沢ひろのぶさんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、いやいや、楽しみですね。これ、第1回ということで、これ、大きくなっていくとね、俺、第1回行ったことあるんだよ、的なね、自慢もできるかもしれませんので、ぜひ、こちらの方、行ってみていただきたいと思います。さあさあ、そういうことでございまして、岡山県のですね、楽しい方や、楽しいお店、楽しい情報をですね、ゆるゆるとお話しする、ワノミン TV でございますが、この次はですね、イズミンの、コーナーでございます。さあ、月に一度のお楽しみでございます。イズミンのコーナーでございます。オープニングもね、ちょっと、ご覧いただきましたが、お越しいただきましたが。さあ、来ました。イズミン、どうも、こんばんは、のみん、改めまして。はい、こんばんは、のみん。はい、ということでね、ちょうどいい感じで、これが切り替わりますね。はい。
さあお待たせしました。はい、はい、どうも私喋りが長いということでございますが、さあ今日はですね、まずね、はい、たくさんいただきました、ね、コーナー名、泉のコーナーのの部分ですね、こちらの方、はい、まあ、たくさんありました。ちょっとこうを読みましょうかね。そうですね、せっかくなんでね、せっかくなんでちょっと待ってくださいね。おっと、どこに行こうかな。ほ、用意しとけっちゅう話ですね。ちょっと待ってください、ね、は、よいしょ、あれどこに行った、なんかいろんなものがアップされている。下の方になんかたどり着けない。よいしょ、あったあったあった。そして、よいしょ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 、来い、あれ、お、よいしょよいしょ、どこだ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 、あれ、最近の記事をもっと見て失礼しました。用意しとけばよかったですね。よいしょ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 、どこだ、出てきて、あ、ありました、ありました、よかったよかった、よかったよかった、よいしょと。さあ全部読んでいきますとですね、可愛く読んでください。可愛くですか。可愛く読んでください。イズミンの経営コーナー、イズミンのワクワクコーナー、イズミンのシュンキュンコーナー、イズミンの萌え萌え、イズミンのイベントの湯、イズミンの面倒こて、イズミンの婚約コーナー、イズミンの黒マルンコーナー。さあそういうことでございまして、無駄になぜ可愛く読まされたのかよく分かりませんが、さあこの中でね、これちなみにですよ、イズミンが一番気に入ったのはどうですか、この中でですよね、うん、この中で、語呂的には萌え萌えとか面白かったんですけど、ほう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 、イズミンの萌え萌え萌え、でもなんか自分で言うの恥ずかしいですよね。いやいや、キャラとしてゆるキャラですからね。合ってます合ってます。さあじゃあその中で、はい、まあ、イズミンの意向もありますが、ちょっとあまりにも圧倒的な投票の差が出てしまいましたので、決まりですかね、これで。そうですね、もう決めちゃいましょう。はい、はい、じゃあイズミンのコーナー名発表してください。はい、イズミンの、すいません、ダン、イズミンの黒マルン、黒マルン、説明しよう。黒マルンとは湯の郷美春閣で売られている黒糖まんじゅうの名前である。そのパッケージにはイズミンの萌えキャラな、萌えキャラになったイズミンがパッケージされていて、レアキャラとしてはなんと入浴シーンまで描かれている。さあそんな感じでよろしいでしょうか。はいはい、ということでイズミンの黒マルンコーナーちょっとよだれてしまったということで決定いたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当たくさんの方に ね黒マルンを投票してもらって、 でも意味わからないかもしれない、毎回今の説明してもらわないといけないから。あ、もちろんでございます、当然でございます。さあそういうわけでございましてね、美人おかみイズミンこと長山泉さんのあのツイッターアカウントを今ツイートさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、イズミンの黒マルンコーナー早速参りましょう。はい、ちなみにこれ何のコーナーかと言いますと、イズミンが出てきてですね、何をするかと言いますと、岡山県のいろんなイベントでありますとか、はい、面白い商品でありますとか、そうです、そういったものをイズミンが紹介してくれると、はい、教えてくれるコーナーでございます。さあじゃあ今回のおすすめを教えてくださいませ。はい、まず何からいきましょうかね。何からいきましょうか。たくさんあるんですよね。はい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 、どれからいきますか。ホタルからいきましょうか。ホタルからいきましょうか。はい、はい、ということでございまして、ホタルというとホッピーとユッピーですね。お、皆さん覚えてくれてますかね。ワノミン TV を、ご覧の皆様、はい、たくさんご覧の皆様は ねもしかしたらご存知かもしれません。ホッピー&ユッピ ー、ワノミン TV にもお越しくださった、はい、ゆるキャラ、ゆるキャラですね。はい、はい、あ、黒マルンね。はい、じゃあちょっとそれいただきましょう。黒マルン、ありがとうございます。ちなみに黒マルンはですね、こういったものでございます。こういったものですね。はい、あ、綺麗に映りますね。すごいですね。すごいですね。はい、アシスタントマンが増えましたね。
今日はあの専属の泉専属の、カメラマンがいらっしゃいます。このまあ iPad はもらって帰るんですけど、はい、さあそういうことでございまして、はい、ということでですね、はい、さあその蛍、はい、返せとすごい形相で見てますね。はい、はい、ありがとうございます。ホッピーユッピーもやってくる。さあ、はい、湯の郷でホタルといえば、そうですね、はい、ホタルといえ ば, 言えば、6月2日の18時からホタル祭りというのを行うんですよ。ほう、もう毎年恒例になってまして、はい、あのお泊まりのお客様だけではなく、はい、日帰りのお客様も関西からほうたくさん来られるお祭りです。なるほど、はい、あの湯の郷温泉はですね、はい、全国の温泉地でも珍しく、はい、歩いてホタルを見に行けるんですね、温泉旅館から。ほう、ちょっとあの美春閣や高台にあるので、はいはいはい、あの私の旅館は送迎バスで、送迎バスで、はいはいはい、あの温泉街からはこうテクテクテクと歩いてホタルを見に行けちゃうんですよ。なるほど、じゃあちょっと写真を1枚出していただけますか。これですね。そうですね、はい、あのよく聞かれるのがこのこれポスターなんですけれども、はい、このポスターの写真は、はい、よそのホタルですかって聞かれるんですが、はい、正真正銘湯の郷温泉のホタルです。これ撮影はどなたがされたんですか。プロの方がされたんですか。プロの方が、はい、やはり、なるほど、なかなかね素人さんではここまで綺麗に撮れないということ で、ね、毎年必ず撮っていただいて、はいはい、いいものを翌年のポスターに使うと。なるほど、はい、ですね、これだけやっぱもうあれですか、ブワーって感じですか。はい、あの一番よく聞かれる質問が、はい、何匹飛んでますかなんですけど、はい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 、はい、数えられませんよね。そうですね、あの野鳥だったらこう数えるんですけどあのホタルって光って消えて光って消えてなので、はい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 、なるほどなるほど、まあ、あの言う方によって4000匹だったり、はいはいはい、5000匹だったり200匹ほどっていう方もおられたりでもあれですよね、ほんと1000匹単位では飛んでそうな気がしますよ ね、このポスター見る場合にね。はい、やはりあのホタルの会というあの保存会作ってるんですけども、はい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 、これが一般の方たちがほとんど入られてるんですね、はい、でホタルを守るために川の掃除とか、あ、なんかあのホタルの餌になる貝、はい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 、なんかこんな巻貝みたいなものを巻いたり、はい、へ、本当に熱心に管理をしてくださっているので、ね、ホタルは貝を食べるんですね。貝を食べるみたいな。へえ、なるほど、タニシみたいな貝をね。タニシみたいな貝だそうですよ、皆さん。ちなみにちょっと写真を次の写真にしていただけますか。さあ、これがマップになっておりますが、ね、これってちょっとアップにできたりしますか。ずい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 っと。アップにはできなそうですね。はい、できないみたいです。はい、さあ、ちょっとちっちゃいですが、祭りの会場はどのあたりになるんですかね。ですね、祭りの会場は湯の郷温泉、はい、ホタルが見えるところですね。見えるところですね。はい、あの湯の郷館というお宿があるんですけれども、湯の郷館さんのすぐ裏手なんですよ。はい、はい、湯の郷館の裏手。裏手、はい、大谷川というところなので。ほう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 。はい、湯の郷館の裏手、湯の郷交番前が、交番前がお祭りの場所、ね、お祭りの場所なんですね、はいはい、お祭りの場所と見える場所はまた違う。また違いますね。やはりお祭りで騒いだりそのライトをつけちゃうとホタルがびっくりしちゃうので、ね、なるほどなるほど、はい、ということでじゃあ湯の郷館さんの裏手でご覧いただいて、はい、でお祭り騒ぎは交番前、交番前で、はい、いうことで、はい、アクセス方法としてはどうすればいいんですかね。やっぱ岡山駅からで行くと、そうですね、もうもし公共交通機関使われるんでしたら、はい、お泊まりいただくしかないんです。なるほどなるほど。お泊まりは湯の郷温泉に、はい、でお車でお越しの方はお祭りやるすぐ横の市営駐車場を無料開放してますので、はいはいはい、そこに車を止めていただいて歩いてお祭りやそのホタルを見に行っていただく形になりますね。なるほどなるほど、ということでございます。はい、いや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 、そのお祭り側ではどんなことをしてるんですか。はい、冷やし飴ってわかります。冷やし飴わかります。わかりますよね。はい、わかります。世代的にわからない方もたくさんおられるんですけど、わからない、首を振ってます、ね、わからないだそうです。はい、湯の郷温泉お上の会で、はい、冷やし飴を無料配布したりするんですね。ほう、で実は冷やし飴って私今言ったんですけど、はい、湯の郷の方では飴湯っ
飴湯、あ、飴湯も聞きますね。聞きます、ね、はい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 、そうなんだ、私飴湯って分からなくて。あ、じゃあ岡山弁なんですかね、飴湯。はい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 、その当日の気温があったかいか寒いかによって、ほう、あったかい飴湯なのか冷たい飴湯なのかちょっとまだ分からないんですけ ど、はい、ど、無料でお越しの皆さんにこう入る。おー、はい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 、振る舞われるわけですね、はい、はい、あとはお子様向けの、例えば射的が出るかどうかは分からないんですけれども、はい、そういった遊びの屋台だったり、はいはいはい、先ほどお伝えしたホタル保存会の方がですね、ほうほうほう、ホタルの生態を学ぶコーナーを作ってるんですよ。おー、でもそれちょっと大人は面白いかもしれないですね。面白いですよね。はい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 、熱くホタルについて語ってくださいますので。なるほどなるほど。あ、冷やし飴は関東の人間知らんでと。おー、九州の方も知らなかったんです、この間。ということはもう西日本だけ、ぐわっと西日本なんですね。西日本のある世代の方以上しか知らないと思う。若い方知らない。まあいいや。なるほど、またたくさんのね、イベントもありながらの、はい、ちなみに雨が降った場合は、雨が降った場合はホタルも飛びませんし、ホタル祭りももうちょっと中止という形になります ね、 ですね、はい、じゃあまあそのあたりはまあ致し方ないことかなと、はい、その代わりまあ温泉にゆっくり使っていただくと、はい、でもちろんホッピーユッピーも来るということでございます。6月2日夜6時から21時までお祭りの方はしております、お祭り会場は湯の郷交番前、そしてホタルが見えるのは湯の郷岩さんの裏手と、はい、いうことでございます。今回の、お知らせは まだあります、ね、まだまだある、はい、さあたくさんありすぎて今日は3つだけピックアップしてきた。はいはいはい、じゃあ続きまして、続きましてはい、ホタル祭りよりもちょっと早めなんですけども、はい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 、今月の30日に、はい、未来へつなぐ女性の力というイベントを美作市内で行うんですね。はい、でこれがですね、美作の国建国1300年のプレ事業のキックオフイベント、美作の国建国1300年記念のイベントのキックオフイベント。そうですね、はいはいはい、はい、構えましたね今ね、はい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 、で実はこの美作の国というのが、はい、美作市、津山市、そして真庭市を含む10カ市町村のエリア全域を美作の国というんですね、はい、昔美作国国というかあったんですね、美作国。そうなんです、はいはい、実は来年がその国ができて1300年、1300年前といいますと今2012年ですから、712年、はい、なんと大きな平城京ですか、奈良時代。奈良時代なんですよ、はい、奈良のこの間1300年祭されてたじゃないですか、はいはい、ちょうどあれの2年後。はあ、はあ、はあ、じゃあもう相当ですね。相当ですね、はい、はいはいはい、実はこの1300年祭って言ってあった建国の日が4月3日なんですけど、その建国記念日まではっきり分かってるのは、はい、中国エリアでは美作の国だけなんですね。へえ、そうなんですね、はい、それはちゃんとなんか残ってて、食日本記に残ってるんです、はい、なるほど、はい、でまあまあこれは前置き長かったですね、これは。はい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 、これのキックオフイベントとして5月30日に未来へつなぐ女性の力という、要は美作の国エリアにはですね、はい、とっても輝いてる女性の方が多いんです。ほう、この方たちをお招きして、はい、これから1400年に向けて、はい、どういう国づくりをしていったらいいのか、はははは、私たちも彼女たちみたいに輝くためにはどういうふうに心がけしていったらいいのかというようなパネルディスカッションを行う予定にしております、はい、なるほど。ということはもちろん泉もパネル側。ちょっと端っこでこう司会をする。お、司会されるんですね。司会をちょこんと。なるほどなるほど、はい、さあそれがもうパネラーがなんかちょっとすごいらしいんで、ちょっと写真を出していただけますか。ん、あ、来ました。あ、これちょっと見えないかな、見えないかもしれません。これねえねえ、何ですかこの豪華夫人は。豪華キャストなんですよ。もう代表的な方だけちょろっと言いましょうか。そうですね、はい、で湯の郷ベルから、はい、なでしこジャパンからとも言ってもいいかもしれません。はい、三山選手来ましたね。はい、そしてこれはあれですかね、ボッケー協定の作家さんですかね。ボッケー協定、これはまた違いましたね。バッテリー、あ、そうか、ボッケー協定はまた違うや。はい、
ボケ協定ってどなたでしたっけ。ボケ協定どなたでしたか。どなたかこうツイートで教えてください。ボケ協定じゃない、バッテリーだ。はい、バッテリーですね。映画化されたの、はい、浅野篤子さんですね、はい、あの女優さんの方じゃないですよ、作家さんの方ですね。作家さんの方です、はい、そしてバルーンアート世界大会優勝の野村雅子さんなどなど、はい、いや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 、豪華絢爛って感じですね。はい、もうなんかこれどうなんですか、男でも聞きに行っていいんですか。もちろん男性にも女性の活躍をやっぱり理解してもらいたい、なるほど、ね、ということもありますよね。はい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 、はい、で、しかもコーディネーターはですね、あれですよ、岡山のソーシャル界ではちょっとじいさんっぽかったですか。あれあれあれじゃん、あれじゃあれじゃん、あの岡山のソーシャル界では有名人でございます。有名な、はい、清道の加藤さんが、はい、加藤聖子さんが、はい、はい、すごいですね、これちょっと見に行きたいけど仕事中だな。仕事しながら、あ、ユーストリームとか配信しないですか。できないんですよ。できないで。できるスタッフがいない。やりましょうか。あ、来てやってもらえます。やりましょうか。はい。ちょっと待って、5月の30日、スタッフちょっとスケジュールちょっと確認しておきます。はい。はい。いや、これ絶対ユーストやりたいですよね。そうですね。おそらくあのユーストもそうなんですけど、はい、テレビ局のメディアの方もたくさん来られると思うんですよ。はいはいはい。はい、なるほど。そして第2部として未来カフェで地域を変えるという。はい、これは何をされるんでしょう。これはですね、あのこちらが本当に女性優先で参加ができるんですけれども、はい、あのまあまあ普段お家にしか いない人、外に出れない方、はい、でも子供たちのためにこの国を変えていきたいと思っている女性の方って多いと思うんですね。はい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 、そういう方たちに出てきていただいて、はい、あのこれからこの国を良くしていくためにはどういうふうに私たちは活動していったらいいのかというワークショップのような、なるほど、をする予定なんですね。なるほど。で、こちらが有料で1500円になるんですけども、はい、この1500円はお弁当代とスイーツ代なんです。ほう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 、やっぱりスイーツは、スイーツは絶対ですね。はい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 、はい、お弁当もですね、津山東高校の生徒さんたちが考えたレシピを、まあ、ちょっとお弁当屋さんに作っていただいて持ち込む予定なんですね。なるほど。ちなみにボッケー協定は岩井志麻子さんでした。 ありがとうございます。早いじじくさいって言われてます。あれじゃあれじゃ、そうそう、あれあれなるほど。それが5月の30日10時からと。はい、これ申し込みはどうしたらいいんですか。はい、やはりちょっと豪華キャストなので、はい、完全申し込み制取らせていただいてるんですね。はい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 、はい、なのであの美馬坂の国建国1300年のホームページからアクセスしていただくか、はい、はい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 、じゃあちょっと、出てきますかね、電話番号でも。どこにある、どこにある、あ、なかっ なかった、用意してないですね。はい、電話申し込みでも大丈夫なんです。はい、ちょっと待ってください、出しましょうね、はい、これね、今坂の国、まさかの国、あ、来ましたね、あ、出ましたね、すごいよ、これですね、ホームページを出していただいて、あ、出ましたね、はい、じゃあこのホームページから、はい、お願いします、申し込みは。はい、ということでございましてですね、これは有料、あ、第1部は無料、第1部無料なんです。はい、はで、あの先着順で定員になり次第締め切らせていただきますので、はい、早めにお願いいたします。はい、もう今日、今のこのクリックを踏んでですね、ぜひお申し込みを、本当に豪華なんで、はい、すぐ埋まりそうですね、これね。そうですね、あの、はい、現時点で半分はもう即売状態だったらしいので、もう早く、はい、早く申し込んでください。申し込んでください。ちなみに場所は美馬坂文化センターとなってるんですけど、はい、アクセス方法としては、そうですね、あの、はい、駐車場をたくさん確保してますので、もう車で来ていただくのが一番かと思います。はい、場所的には湯の郷温泉とは近かったりするんですかね。はい、温泉街の中にあります。温泉街の中。はい、と、ちなみにあの日本文化センターとは関係ない。日本関係ないですね。関係ない。はい、あ、なるほどなるほど。通販はやってない。通販はやってない。やってないですね。はい、はい、ということでございました。男性でも参加 OK の未来へつなぐ女性の力、美馬坂国建国
美作国でいいですか、美作の国ですね、美作の国、はい、建国1300年記念のプレ事業キックオフイベントということでございます。5月30日10時から美作文化センターで、お申し込みは、美作の国建国1300年記念のホームページをぜひご覧くださいませということで、どうやらピコピコされずに済みました。はい、いやいや、これ本当にちょっとユーストを本当に考えましょう。そうです ね、 はい、 ね、 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 ね、はい、すごいちょっと興奮しておりますがはい、そして、まだあるということで、はい、なんかその三山選手がそのイベントにね、未来へつなぐ女性の力が出るということで、まあ、三山選手といえばなでしこジャパンでもありのユノゴーベルの、はい、まあ、選手でもあるということで、そのユノゴーベルから新しいグッズが出たと聞きまして、ね、はい、先ほどもちょっと現物をここにお持ちしたところ、皆さんに何何これっていろいろこう興味を持たれまして、あ、これですか、これです、はい、これですね、はい、おっと、ちょっとまだ見せない感じで、不思議な、ほーほーほほー、脱がしちゃうんですよ、脱がしちゃうなるほど、これちょっとね放送コード引っかかるんでちょっとダメですっていうのはまああれなんですけど、 USB メモリーです、はい、これこっちでちょっと見せましょうか。なんとこれは12番は何の選手ですか、サポーター番号ですね、サポーター番号だそうです、はい、ちょっとこれピントが合わないですね、僕にピントが合っちゃってますどっちにしたらピントが合うんだろう、あ、合いましたか、合いましたね、いや、合いましたね、はい、こんな感じでサポーター番号のユニフォーム、ユノゴーベルのユニフォームの USB と、これ裏もねちゃんと12番がついております。で、どうやって使うかと言いますと、脱がしちゃうそうです、グヘヘー怖い、こんな感じでこんな感じで脱がしちゃう、その怖いって言わないでくださいよそんな感じで、US、 あ、こっちですね、すごいですね、これが、新しいグッズ。ちなみに他にも新しいグッズたくさんなんか出てるようですよね。そうですね、うちわだったり、はい、あと、あ、キティちゃんも出てますね。キティちゃん、はい、おう、キティちゃんもですか。キティちゃん、岡山ユノゴーベルとコラボしたご当地キティちゃんが出てますね。ほう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 、なんかこう、あ、エロミンって言われちゃいましたけど、あ、キティちゃん持ってますね、あ今探してくれてますよ、おっと持ってましたね、これはこれちょっと脱げないですけど脱げないですけどって見えますかね、見えますかね、これキティちゃんです、来ました来ました、これですね、サッカーボール蹴ってます、かわいい、かわいいですね、はい、はい、さあグエーって言われちゃいましたこのでも USB はすごいですね、 なんで脱がさせようと思ったんでしょうねね、なかなかシュールですね、なんかねシュールな、あの女の子の、ね、サッカーチームでいいのかなとか思ったんですけど、でもね、まあまあいいのかな、ね、ちゃんとでも、あの OEC さんとか山田養蜂場さんとか丸井とかですね、あのスポンサーの名前もきっちり入ってるという、非常にこう面白いです、面白い、なんとも言い難い面白さがありますが、これはちなみに何ギガの USB？ 4ギガですね、4ギガ、はい、これはおいくら万円でございましょう、ちょっとね割高なんですけど、ほうほうほう、2000円でございます、まあファンの方にはいいですよね、たまらないですね、あ、そっちもそうですね、はい、ファンの方にはたまらない4ギガの USB メモリーなんと脱がせますよみたいなそんな感じ、そこ売っちゃまずいですね、そこ売っちゃ、まあ、サポーター番号なのでよかったな、はい、みたいな、あ、そうですね、はい、ちなみにどこで売ってますか、これはですね、あの、はい、ホームスタジアム、ホームグラウンドで売ってるんですけど、はいはいはい、あの、ユノゴー美春閣でも販売してます、美春閣でも販売してるということでございます、はい、ね、これはなんか僕の変態っぷりがなんかえらい突っ込まれてる感じですけど、ね、これやったらなでしこジャパンとかそういう三山選手とかもいるチームですから ね、仕事も世界一できるかもしれません、はい、さあ、その他ですね、よいしょ、こちらの美人狼イズミンのいるユノゴー美春閣では、あのコーナー名にもなりました、黒マロンとかね、はい、萌えキャラが、イズミンの萌えキャラが、バッチリ印刷されてニューヨークシーンもあるという、そんなことばっかり言ってんのか俺はっていう感じですが、萌えキャラが可愛い黒マロン、そして、先日いただきました私、はい、
飲ませていただきました。はい、ドッポ。ドッポ、地ビールですね。地ビール。あれ、3種類きっちりあるんですね。ね。もっとある。いや、今2種類にしてますね。あ、2種類になったんですね。はい。いやいや、美味しかったです。もうね、あの今瓶飾ってますよ。ありがとうございます。はい、またね、写真を続々とアップしていきますが。ありがとうございます。はい、先日ちょうどそのドッポを作られてる宮下酒造さんをお邪魔してきまして、ほう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 、社長さんとお話しした時にですね、はい、なぜこういうのを作ろうと思ったのって聞かれて、はい、いろいろ趣旨を説明したところ、はい、あのぜひぜひあの宮下酒造さんとしてもバックアップしていきたいので、いろいろなタイアップをしていきましょうというお話をしてたんですよ。おー、素晴らしい。また機会があったらね、はい、あの息子さんでも一緒に、はい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 、出たいなと思ってます。ぜひぜひご出演ください、はい、ぜひぜひ。はい、ということで、今写真を用意していただいておりますが、そろそろ時間がやばくなってまいりましたので、ちょっと省略させていただきます。はい、ちょっとどこまでツイートしたかすら、あ、そうですね、ツイートしましたね。はい、ということでございまして、今日はですね、6月2日の、これすごいですよね、今日の、大概ね、たくさんゲストが来られた時って、イベント紹介していただいたら日にちが被るんですよ。あー、被ってないですね。ところが、今週末はザグフェス、そして、来週末は、ホタル祭り、湯の子温泉ホタル祭り、そしてその次が、メイドイン倉敷イン倉敷と、見事に綺麗に分かれました。ありがとうございます。毎週末皆さん大変ですよ、ぜひ、全部に参加していただきたいと思います。5月30日はもちろん水曜日ですけどね、みまさか文化センター、うわ、音痴だった今。違う、今のちょっと今何かわからなかったなしだちょっとね、うろ覚えなのを追っかけながらやってたら、どんどん違う、今のなしで、もうやり直しませんそんな感じでぜひご参加いただきたいと思います。また来月ちょっと楽しいイベントを、はい、そうですね、はい、あ、皆さん、あの、何か紹介してほしいイベントがあったらどんどんお知らせください。お知らせください。はい、なんと今日はね、イズミンはなんかすごいですよ。各メディアを渡り歩いて出演したり収録したりで、はい、もうあの差し詰め年末進行の芸能人のごとく、すごいですね。いえいえいえ。これあれですか？またあのいろんなところでこうまたイズミンの声だったり姿だったりが、そうですね、なぜかあの今回25日に固まってるんですよ。25日の朝9時からは、はい、FM 岡山、 FM 岡山さん、岡山 FM か、はい、で17時30分頃からは RSK さん、 RSK さん、それはテレビですか、ラジオですか、テレビの方で、はい、でおそらく18時10分からは FM 倉敷さん、 FM 倉敷さん、はい、はい、をぜひ聞いたり見たりしてください聞いたり見たりしてください。25日ですね、はい、はい、なんかもうあれですよね、アルバムを販売する時のアーティストばりに出ずっぱりみたいな、ドラマ始まる時の女優さんばりにっていう。じゃあ今度はワナミン TV の宣伝で、はい、行きましょうか。ぜひお願いしますねえ、もう本当にあのなんかありがたいことにワナミン TV もね、方々であの応援してくださる方がいっぱいいらっしゃいました、ありがとうございます。ぜひじゃあちょっと皆さん、イズミンファンの皆様はまた来月楽しみにしていただきたいと思います。はい、それじゃあ、イズミンの黒マルンコーナーでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでございまして、じゃあそーっとそーっと、はい、いやね、こうやって岡山ってこう探っていくとたくさんのこうイベントがあるんだなというのが本当に、よくわかる感じでございますが、ツイートをちょっと読ませていただきますね。よいしょ。うわ、すごいな。すごい流れ方ですね。よいしょ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 。すごいっすね。すごいっすね。よいしょ。何ですかこの流れは。おっと、遡れるかな。ちょっと駆け足で、読んでいきますよ。駆け足で読んでいきますよ。
ピコピコ発動、竹トンボ作ったことがないな、おかみそろそろ定番の時間押し、鍵線、岡山科学技術専門学校ですね。その通りでございます。パチ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 、ありがとうございます。時間押しは当たり前。泉来たー、わ、泉さんのコーナーだ。泉ちゃん、こんばん、泉。泉、お帰りなさい。泉さん、和の男、マトコンビ瞬間。献血コーナー、献血コーナーじゃないです。泉さん、こんばんはのみん、ドキドキ。無茶ぶり来たドキドキ玉野ん玉野泉が読んで、すごい粉目がずらずらっと、泉ちゃん段取り悪いやつ殴っていいよとかね。泉美春閣おかみ泉こと長山泉さん、これ僕のツイートですね。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。よいしょ。はい、泉の黒マロン、黒マロン、パチパチパチ、はい、噛んだ、ええ音した、今度あったら泉にピコされたい、黒マロン、この前、ダダダダ様に黒マロンをいただき、美味しく食べました、ウンタンさん。美味しかったですよね。黒糖の味がすごいね、風味が良かったんですよ。ほうほう、泉さんがいろいろと紹介してくれる、そうなんです。泉が紹介、岡山のイベントとかね、商品を紹介してくれるコーナーが、泉の黒マロンでございます。ちなみにこの番組は岡山県の楽しい人、楽しい方、楽しいお店、楽しい情報を、ゆるゆると、お話ししていく番組、ワノミン TV でございます。野良黒マロンコーナーじゃないです。黒マロンでございます。ちなみに、失礼しました。ちょっと、飲みますね。ちなみに先ほどの iPad は新しい iPad ですか？ちょっと今、いないので、新しい iPad ですか？違いますということだそうです。はい。美味しかったよーと、黒マロンですかね。ホタル祭りいいね。ふおー、湯の号のホタル、あの山下っていくのは大変。あ、美春閣さんからね。いや、温泉街まではちょっと歩きますかね。で、でもそこは歩いたんですけどね。歩くのもなかなか悪くないですよ。はい。あとですね、湯の号温泉ホタル祭り幻想的ですね、と。ホタルか未だに見たことないなぁ、と。ホタルは足盛しか行ったことがないです。ぜひ、湯の号にもお越しくださいませ。川に長餌、川になっていうのは、それが貝なんでしょうかね。川沿いじゃわ。和の民さんと一緒にホタル見に行こう。あ、行きますか？いつでしたっけ？ 6 月の2日ですね。行きますか？行けるかな？スケジュール確認してみます。はい。川に名を B の字と呼ぶ某国某所。へえ、なんかいろんな呼び名があるんですね。そのマップ欲しいということで、チラシが、湯の号ホタル祭りのチラシはどこに置いてあるんでしょうかね。観光案内所に置いてあるそうです。ぜひ そちらでゲットしてみてください。冷やし飴、関東の人間知らんと。冷やし飴知りません。冷やし飴、飴湯、飴湯ってあったかいイメージ。冷やし飴はいただいたことがない。冷やし飴知らないです。宮崎出身、東京在住。冷やし飴は冷たいもん、飴湯はあったかいもん。そういう、でも飴湯って書いて冷たいもの、たまにねあったりしますよね。どうなんでしょうね。正式にはそうなんでしょうね、きっとね。見まさか、噛まずに言えましたね。はい、言えました。冷やしビールもいいですね。冷やしビールね、あったかいビールあんまり、ね、常温で飲むビールありますけど、それとはまた違ってね。ちなみに、勃起協定は岩井島子さん。で、そうそうそう、浅野敦子さんはバッテリーですね。岩井島子じゃないし。大宮間選手、宮間彩選手が来られますので、その通りでございます。岩井島子さん、ありがとうございます。デレボッケーモンゲー。ハイフライブさんはこちらですか？違います。ジジクサイ、あれあれ、それそれですね。ボッケー協定は岩井島子さんですね。ありがとうございます。すごい方々が集まるんですなぁ、と。そうなんですよ。ほんとすごいんですよ。どちらかというと、間違えてはいけない人じゃね、岩井さんとは。まあ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 、そのあたりはね。浅野先生は宮坂、三鷹市在住なんですね。へえ、在住なんですね。すごいですね。なんだ、通販はやってないのか。脱がせちゃうと。ぜひ、会場で、脱がせちゃう。うお、欲しい、エロフィン。グヘヘー、ということで。変態はのパイ。泉ちゃん逃げて、まずパイじゃないです。噛んだら泉にピコピコされるの何発いかれるかな、と。それ欲しい、と。ぜひ、お買い求めください。商品構造上の、商品構造上の仕様です。0.2 万円なり、
ね、4ギガでございます。ファンにはたまらないグッズたち、容量少なすぎる4ギガ。まあそのあたりはちょっとね、価値をどこに見出すかだと思うような感じがいたしますが、検閲入ったのかなと、エロミン降臨、エロ仕様なリブ、エロ仕様なミン MC、なかなかこう難しい。お金に余裕があれば欲しいと、と。ミマさんか、あ、また歌おうとして音痴になりそうになった。やめよう。音は強くり、布団圧縮袋でも売るのか。泉テレビ出演と、パチ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 ということでございまして、泉さん、パチ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 、ワノミンさん、今日も素晴らしい MC ですね。下さんがゲストの境で、お、下さんがゲストの境で楽市楽座 TV1 周年は29日。なんと下さんがゲストなんですね。29日火曜日、来週の火曜日19時からは、楽市楽座 TV を、ぜひご覧くださいませ。いてもらえよ、最後まで、というね、たくさんいただいております。パチパチパチ、泉がすごい人気、鍵戦行ってきましたよ、行ってましたよ、泉今日も可愛かった、人気すごいな、ヤブストリーム部長の横に美女登場と、皆さんいろんな番組ぜひご覧いただきたいと思います。さあ駆け足で参りたいと思います。さあ今後の予定でございますよ。私はですね、まず5月の29日はですね、ファンファン岡山 Tips の、監修を担当しておりますので、監修に、現地入りしたいと思います。もちろん5月の26、27は、ザグフェスト26に伺おうかなと思っております。そして5月の30、20時頃ですね、できれば、いろいろテストをさせていただいた後ではございますが、ワノミン TV、前回のワノミン TV のね、再配信、セフィル部長の、やつですね、セフィル部長だったんですけども、そちらの、再配信をしようかなと思っております。そして、そして、6月2日、ちょっと待ってくださいね。あ、そうです。6月2日。6月2日はですね、声が、ちょっとすいません。さあ、いきますよ。さあ、6月2日はですね、飛龍さんの、出来たてうどんイベントというものが昼11時からございますので、飛龍さんの本社にございます。本社でございます。本当にね、四国顔負け、香川顔負けの、うどんが食べられます。本当に美味しいです。こちら6月2日、飛龍さんの本社で出来たてうどんイベント、こちら、私は参加したいと思っております。そしてさらにさらに、6月6日はですね、岡山のうまいラーメン調査、岡山のうまいラーメン調査隊というものが Facebook 上にございまして、こちらの、ラーメンオフ、まあ、ラーメンイベントですね。ラーメンを食べに行くだけなんですけども、こちらに私参加したいと思います。はい、辛いラーメンが出るそうなんで、ちょっと楽しみにしております。そして6月12日は冒頭でも申し上げましたが、強からのリベンジということで、再び多田さんが、喫茶店のマスターになりましてですね、バーのマスターになりまして、もしかしたらスイール部長も再び来られるのかなと。いうような感じです。今回は、どうなんでしょう。私、MC をさせていただくのかどうかわかりませんが、まだ決まっておりませんが、こちらの方もぜひご覧いただきたいと思います。ひとまず今決まってるのはそのあたりでございます。また、いろいろ決まりましたら、Twitter、Facebook、Google プラス、Mixi あたりで、お知らせしたいと思いますので、ぜひ、こちらの方もご覧いただきたいと思います。さあ、駆け足でお送りしてまいりましたが、最後だけ。はい。どうですかね。質問とかございますでしょうか。ぜひ質問等ございましたらですね、ここで答えられることを、お答えしたいと思いますので、ぜひツイートでソーシャルストリームの方に投げていただきたいと思います。その間ですね、私のワノミン岡山の Facebook ページ、おかげさまで300人超えることができました。どうもありがとうございます。またね、いいねされてない方いらっしゃいまして、いいよっていう方はですね、いいねしていただければ喜びます。そしてワノミン岡山公式ミクシーページもあったりいたします。たぬきさん、しかしよく噛む芸人さんだなと。芸人じゃないですからね、そもそもね。噛むのは認めます。芸人ではないです。はい。そしてワノミン岡山 Google プラスページはこちらでございます。はい。さあ、そんな感じでございまして。そして、そして、次回、ワノミン TV、正式版ですね、再配信ではなくて、正規版はですね、現在、ゲストは、調整中でございますが、6月の13日、20時からお送りしたいと思います。はい。いやー、今日も盛りだくさんで、気づけば2時間10分。お送りしておりますが、パイ芸人でもないんですよ、クロコさん。はい。
輩でも芸人でもないですし、芸人になる予定も東さんないんですよ。はい、ないんですよ、ないんですよ。はい、さあ、監修かも。これは何が監修なんでしょう。あ、その監修じゃないです。はい、そして本当お疲れ様です。ありがとうございます。そんな感じですね。だから質問もないようですのでね、このまま終わろうと思います。岡山県の楽しい方や楽しいお店、楽しい情報をゆるゆると、お話ししていく番組、ワノミン TV でございます。次回は6月の13日20時からお送りしたいと思います。はい、本当にね、最後まで、もしかしたら最初から最後までご覧いただいた方いらっしゃると思います。本当にありがとうございます。こんな感じでですね、大概1時間半するつもりが2時間になり、2時間半になり、時期いつか24時間になるという時が来ると思います。ぜひその時もですね、最初から最後まで、ご覧いただきたいと思います。結局芸歴何年なの、0年です。むしろ0秒ですね。はい、岡山ティップス行こうかなと、ぜひお越しくださいませ。はい、そして、あ、マツコさんどうもありがとうございます。お疲れ様ということでありがとうございます。ルイルイ見たよということで、ルイルイくんありがとうございます。ワノミン師匠の、裏のヤブさんのユーストリームに殴り込み予定は、時間があれば、ちょっと厳しいかもしれないですね。シモさんと泉ちゃんでやってほしいな、パイ抜きでって。まずパイが誰かわからないから、わからない。ゼロ秒のワノミン芸人、なんかもうテンパってきておりますが、ね、はい、感動ありがとうワノミン TV。 なんかだんだんね、皆さんも壊れつつあると思うんですが、はい、そんな感じでございまして、2時間10分にわたりお届けいたしましたワノミン TV。 次回6月13日、ぜひまたその時にお会いしたいと思います。来週の水曜日にね、もしかしたら、末広さんの回のですね、再配信もしたいと思いますので、よろしくお願いします。その日は楽一楽座 TV 1周年なんで、サイマルカティップスということでございます。感動ありがとう、お疲れしたということで、ジェットさんどうもありがとうございます。それでは皆さん、また6月13日にありがとうございました。